奥さん、こっちに来て一杯やらないか。 Oh baby yeah。 ズンズンポイポイのハードプレイラジオ。チーズ臭いダメだよ。絶対入ってやる今の。はい、入りました。ふざけんじゃないよ。はい、すいません。ハードプレイラジオ、はい、ラウンド25でございます、ね。はい、ラウンド25ですね。はい、よし。はいはいはい。いやいや、今日は太郎さんのお家に来ましたよ、私。そうですね。はい、引っ越しがね、引っ越ししましたんで、なかなかあのうまいこといきまして、はいはい、無事行ったんです。そうなんです。快適に住んでおりますよ。先週引っ越しですもんね。はい、まあまだあの完全に片付けはできてないんで、まあほぼもう8割9割できてる感じで。あ、良かったじゃないですか。あとはしこってるだけですね。あ、いいじゃないですか、しこって。はい、しこってくださいよ。年越しということでね、はい、まあ、まもなくね。いや今日はね、私ね、はい、ちょっと変なテンションなんですけど。何なんですか。あのね、実にね14年ぶりかな。はい、14年ぶりかな、あの、うん、夜勤に行ってきました。あら、じゃあ夜勤明け、今夜勤明けから、あ、まあ肝麺の夜勤なんですけど、その最近高級弁当のご飯っていうのがあるんですよ、はあ、それを夜中作るっていうのが始まって、それに昨日抜擢されて。何時にから。昨日普通の営業終わって、そのままちょっとここで横なっていて、12時に神田行って、ほうで5時半までやって、6時に渋谷行って、自分の店で今ついさっきまで働いてきました。あ、喘息ならんかった。あ、まあでもやっぱ知ってるとこなんでね。知らんとこやったら喘息になってる。知らんとこやったら多分なってます、ね、知ってるとこやから別に、そのなんかやることもほら。え、じゃあ今度から夜勤なん。あ、でもこれは週に1回行く時があればみたいな、みんなが断れば。やば、夜勤コンビ2人とも夜勤やば。まあ、お前あのなんか人がおらければみたいな、基本はないんやけどね。それいいように使われてさ、はい、ゆるやかに夜勤になっていくんじゃん。いや、まあまあ、それは多分、まあ、基本おるから、あっちに、その夜勤のおじさんと、なんか外人の方がいてたわ。もうレブーでしゃあないやろ、じゃあ。俺も今、あくびだけど。今は全然大丈夫やけど、あの、帰り、バイクで帰ってくる時がめちゃくちゃ眠かった。いや、俺も、こう、来る前、はい、もう極限に眠かったけど、行かなあかん、つって。で、まあまあまあ、僕はまあ、週に1回とかやからね、うん、やるもんじゃないよ夜勤に。いや、毎日はこれ絶対無理やわ、毎日は。昨日も夜勤でさ、キモカツの、はい、あの前も、まあもう名前言っちゃうけど、前ほら名前伏せてなかったよ、テリゲルさん。はいはいはい。テリゲルさんってなんかデリヘルみたいな名前やな。ああ、今思ったら。まあ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 、テリゲルさんがなんか喧嘩しちゃってさ、はい、モンゴル人、ああの相手ミャンマー人、あー、ミャンマー人のおばちゃん、おばちゃんなんか若いんか分からへん人おんねやんか。いやいやいや、まあ、全然あれやで、入って1年経つかぐらいやけど、はい、になんか不満を持ったらしくて、はい、なんかもうマスクつけてんねんけど、はい、そテリゲルさんもう明らか顔目を怒ってて、でなんか、あ、いやね、私はなんとかなんて日本語で怒ってて、それでなんかそれをなんかあの男の外国人、ミャンマーのスタッフがなんか間入って、はい、なんかずっと、はい、なんかニヤニヤしてエロい顔でずっとってそしてそれを今度伝えんねんな、そのミャンマーの おばちゃんに。そしたら、ああ、あいつ全然わねんねん、そのねんよな。ああ、もう直接はもう言う、もう直接もう言うから、もうどいてみたいな。お、まあ、そいつ逃げてきてた、こっちに。おこっちに逃げてきて、なんかずっと厨房から、お前何や、どけやつって。邪魔やねんつって、なんかニヤニヤしてるから。パッて見たらさ、向こうでつって、なんか、あれ全然、その、日本語で喧嘩して、はい、ゴミの日でもう片言すぎんねんな、はい、ゴミの日違う、ね、言ったわかる、あなた違う、お、わかるっつったら、はいはい、はい、お、めっちゃテリゲルさん怒ってんの。いや、なんとか私が言ってなんとかでやるの、あなたのなんとかとか違う、それあなたは思ってない、わかる、あなたわかる、日本語わかる、思ってない、はいはいはい、お疲れ様でした。僕が、その、
その外あの男性の方に、ああああ もう待ってくれ、あれ喧嘩してんちゃうんかつったら、うん、そうですつって、うん、喧嘩すんなよこんなとこでつって、まあ俺は言ってしまうとね、はい、僕が言ってしまうと、その僕ミャンマー人のそのおばちゃん、はい、デッキなんですよ。ああそうなの？だってもう1年以上働いてんのにさ、はい、未だにさキャベツ入れるの忘れたりとかさ、うん、ああまあそのパターンね。でなんかな、多分若いねん。でもなんか貫禄がめっちゃあんねん。はい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 。で、なんか、そのさ、昔からおる感じ出してくんねん。でさ、で、もちろん仕事せへんねん。で、例えばご飯炊けてさ、はい、全然その、ご飯、炊けたご飯をさ、その保温ジャーに入れへんからさ、こいつマジで入れへんなと思って。でも、5分経ったら基本的に、まあ、あんま良くないねん、米。あの、この炊きたてをすぐ保温したいね。ああ、わかりますよ。それはそいつはさ、余裕で40分とか放置するね。もうやばいやん。いや、40分はやばいよ、かなり。だ僕はいつも出勤してきて、まず米見んねん。はい、そしたら、はい、炊き上がり40分とかなってて。ああ、ね、で、外国人はもう3、4人おんねんで。はい、で誰一人やれへん。タイマーまでかけてんねん。タイマー消すだけ消すみたいな。で、腹立つか、もう入ってすぐやんねん。そしたらさ、はい、もう、肩掴んでくんねん、そいつ。そのおばちゃん。で、私やる、私それやる、私の仕事それ私やるから、お前やらんからやってんやろ今、つって。そしたら、え、みたいな。むっちゃミスった。多分おそらく、テリゲルさんも、こいつなんか偉そうに言うけど、何もやってへんなら多分思ったと思う。いいやな。まあ、僕から言わせたら、テリゲルさんもその、やってへんねんけどな。外人さんだらけど大変ですね。そうです。だから僕がもうだからもう態度で見せてますからね。もう俺を見ろと。俺がルールだ。俺を見続けろ。まあ大変。もう俺は外人さんのコミュニケーションはようわからへんねんな。で、この間怒っちゃってさ、はい、あの違うモンゴル人の男性、はい、新しく帰ってきた、メガネかけたオタクっぽいなんか太った子なんだけど、はい、あの、まあ怒るつもりなかったんけど、はい、なんか、もう全然違うもん、その、関係ないの、お客さんに渡しちゃったりとかしてもさ、違う違う、あなたよく聞いて、これでしょこれでしょこれだから、あの、全部この紙に書いてる。あなたは一度もこの紙を見てない。この紙が出てくるから、この紙通りに入れる。OK? キャベツ、はい、OK、キャベツある。ね、ドレッシング書いてるでしょ、じゃあドレッシングある。確認しないと、あなた何も確認しないと、申し訳ございません。すみません、オヌさん、つって。めっちゃ怒っちゃって。怒ってる感じじゃないねんだけど。はいはいはい、そのまあ、忙しいから。まあまあまあ、そう、わかるよ。忙しいから、そういう、うん、ね、言い方になっちゃうのは。で、もう、その、ね、まあ、言い過ぎても、なんかもう反省してる反面、はい、多分、まあ、いつかこいつ殺したろって多分俺のこと思ってると思うね。その子、20キロの米、2つ、40キロ、片手で持ち上げてめっちゃすごいよ。あ、ほら、多分モンゴル相撲出身や。おお。で、すいません。馬力やすいません、小野さんでそれ持ってこっち来てさ。めっちゃすごいよ。すいませんし、今日はいろいろと見せてしまって、すいません。もうだから、トグロが、あの、闘技場持ってるような状態でずっと喋りかけてるから、ちょっと怖いからさ、米下ろしてもらえるって言ったら、申し訳ございません。つって。多分あのまま米を俺の頭の上に最後落として、俺を殺すね、最後。いや、まあ、モンゴルの人やからね、馬力あるから。だからテリゲルさんもモンゴルだし、まあ、チームモンゴルが強いよ。モンゴルの人はやっぱそのパイプがあるんですね。なんか圧旋してるんかな。わからん。多分。いやいや、急に、そもそもおるモンゴル人の人が連れてきて、二、はい、人。ああ、まあそういうことか。だその人が多分、モンゴル食に多分染めたいの、うちの店を。ああ。その人めっちゃ面白く、あの、あ僕のまあ弟子って言った子ね。はいはいはい、あの、太った男の人やけど、はい、あの、1時間遅刻してきて。なかなかやな1時間は。でも本人気づいてなくて。なんで気づいてないんですか。いつも22時出勤やねんけど、はい、基本、はい、その日だけ21時になってる。ああ、単純気づいてないよね。まあ電話したいけど番号知らんからもうしゃあないと思って、はい、とりあえず22時までもう一人おるから、はい、とりあえずもうだから22時になってその人上がらしてもう一人もうそっからもしその人来へんかったらモンゴルの人が、はい、もう僕はもう一人でもう閉店まで頑張ろうという、はい、もうちょっと結構気合入れてて、はい、そしたら、こう、22時ちょっと前ぐらいに、こう、店入ってきてさ。はい、で、こう、なんか、その、一緒に働い、その時僕と同じ時間におった人になんかこう、紙袋をこう見せるの、こう。その人が。紙袋ね。はい、そしたら、ああ、あれ、私の忘れ物だ、その人が、持ってきたぞみたいな感じで。おはいはい、おもう、勇ましいね。おう、勇ましい。バーって入ってきて、で私、ありがとうって、その人帰らして、小野さん大丈夫ですか、ちょっと忙しいですね、バーってこう、洗い物とかして、こう、なんか、救世主みたいに現れて、22時から。
で、まあ俺の中では、遅刻してんねんけどね。まあでもまあまあまあ。ふわってて、ふって顔真っ赤になりながら、その、もう仕事したらもうすごいね、汗かくして、でも仕事終わるし、ふーっつって、その、縦助って言って、その何時誰が来るとかいうスケジュールを、その時はもう英雄やった顔が、もう勇ましい、もう全て私が助けた、大丈夫、私が来たからもう皆さん安心ですの感じやったけど、俺ずっと見てて、いつ気づくんかなと思って、ずっと厨房から見てたら、ふーっつってグイッてこう いっぱい水を飲んでね、その縦スケジュールをパッて見た瞬間に、バックオンで。あ、いや、まあ、まあ、目飛び出るぐらい。ほんで俺もうめっちゃおもろくて、あ、気づいたと思った。パーって厨房来て、オノさん、私は今日1時間遅刻します。はい、で、俺が知ってるで、つったら、なぜこんなことに、つって。まあまあ大丈夫大丈夫、あの、忙しくなかったからって。大変申し訳ございませんでしたつってもうそっからもう閉店までめっちゃテンション低いめっちゃかわいそうやったかわいそうせっかくいやまあまあでも頑張ってる人やからええやん頑張っていいじゃないですかいやいいですチームモンゴル最高ですよ今日はあのそれこそ夜勤でね、はい、音がないから、ね、ラジオかけてくれてたんですよ一人社員さんというかまあ、はいはい、BGM ね僕、うんまあ、普段聞かんないのか僕が来るからやろねで夜中のラジオやったんですよでもそんな聞かへんじゃないですか、はい、なんか夜中1時、2時、3時交代で、1時、2時やったかなちょっと忘れちゃったけど、あの、金プリ今の若い金プリっていうのは。キング&プリンス キング&プリンスっていうのかな金プリ、ごめんなさい。の、なんか、先発したメンバーの北野のラジオやったよ、うん。1時間担当で。うん、で、お客さんのこう、まあ、僕らみたいにこう、ラジオのメールを読むんですけど、うん、そこでなんか、これ、びっくりしました、その、なんかこういろんな何々様何々好きですかみたいになってで最後の方に、問題みたいな感じだったんかな問題みたいな感じだからちょっと忘れてんけど、うんまあ、流し聞きしてだから硬くなって嬉しいものはつったらこの金プリの子らがちょっとやめましょうよみたいな言ってえじゃあこういうラジオすんねやと思って、うん、硬くなってで答えはごめん忘れちゃったけど別に全然ちゃうんよもちろん、うん、そしたらうわーみたいな言ってその若いジャニーズやんね。ジャニーズ、ジャニーズ。もう今、ジャニーズも、そういうの OK なんやね。ええー、そうなんですだって、関ジャニがおるねんから。肩くなって嬉しいもん、あの、ちょっとめっちゃおもろかったわ、なんか意外に。その、そういうメールも採用すんねんやと思って。いや、たぶん、まあ、キンプリってな、そんなめっちゃ若くないよね。そんな若かったっけ多分キンプリやと思うねんけど。え、まあね、なんか今、ジャニーズもさ、うん、なんか、喋り上手い人めっちゃ多いやん。まあそうやな。バラエティ枠みたいな人多いやん、うんね。そういう人らじゃないのわからんけど。まあそういうことなんやろ多分。あれやったらやけど。多分、キンプリの中でのそういう、OK の人なんやろね。多分。そんな、いやでも、ラジオ聞きながら。いやでもあの、まあわかるわかる。ラジオ聞きながら仕事って割とええよ、うん。びっくりした、俺は。うん。そもそもその朝はバイト場の店長が宮崎の人だから宮崎の都の城ラジオっていうのしか聞かへんから、まあ、それおもろいねんけどあそれもおもろい宮崎の宮崎弁でバリバリ喋るラジオでおもろいけど普段ラジオそんなそういうの聞かへんからさそれちょっとじゃあさ そういうなんか どんなラジオの話してるかとかちょっと、はい、なんとなく吸収してちょっと今度やってくださいよいやこんないつもいやまあ自分は聞か、僕はあの、聞くとしてもあの、ヤグジェイしか聞かないんで、こんなんなんですよ。こんなんを聞いてるだけなんで。じゃあそっち担当、じゃあ僕ちょっとメジャー担当。ちょっとメジャー頼みますよ。でもね、3時になったらね、めっちゃ声静かな、多分有名なアーティストの人やね。だよね、もうあの人嫌で眠たーって。なんか。声ちっちゃい。3時やからそれが合ってるのか知らんけど。あ、まあまあ騒ぐよ。まあ夜のテンションみたいな。なんだかかんだか、お便りは、なんだかで。じゃあ今日は曲はこれで。で、まずそのゆっくりなんかけんねん。うん、米やってるやん。もう眠たーってしゃあないな。キンプリの時は楽しかった。ワイワイガヤガヤ。ワイワイガヤガヤ。やっぱワイガヤですよ。ワイガヤが良かったっす、はい。ちょっと待ってくれ。はい。もじゃさん。あ、ザ・ W 決勝進出おめでとうございます。いや、SNS すごいっすよ。何を散々喋った後に言ってんねん、わしら。そうですね、もじゃさん、そうですね。したいなあかんぞ、これ。いや、ついに行きましたよ。やすこちゃん以来ですよ。そうですね。まあ、やすこちゃんはね、すごいけど、前も売れてから行ったよ。だからまあ、いや、これ、もじゃさん売れたら大変なことや。もじゃさん嬉しいわ。まあ、現状、SMA で一番の、やっぱ、女芸人って言ったら、うん、女性芸人って言ったら、やっぱ、もじゃさんか。もじゃさんやね。その後、とんでもやさんとか。とんでもやさんやからね。うん。その次、とんでもやか。とんでもやです。はい。あ、そっか。はい。
で、まあ、あとはあれか、天野さんが今コンビ組んで、今何だっけ、純喫茶ウバみたいな。純喫茶ウバか。何純喫茶ウバって。それな、ウバーバ純喫茶ウバーバ森田さんね、そうやね。あと、あと女性。女性芸人。まあ、だからもしかしたらこっから来るかもしれんのが、エグロっていう。あの子コンビやで。あ、あの子あれコンビなコンビやね。そう。男の子と組んでんねん、あの子。そうなんや。それまでピンやった。だピンもやってるっていう感じちゃう。ああ、そういうことやろな。どうなんねやろ。その場合。まあまあ、でもピンで出るか。ピンで出れるしな。実際。あ、見たん出た。見ました、見ました。で、はい、どうやったあ、なんか、みんなで言って、なんかすげえガラッと変わって、めちゃくちゃおもろになってました、その。まだだって1年目っしょ。1年目っす、はい。1年目っす。まあ、もう、面白そう。元ドカタ、ね、現場監督。え現場監督だから。現場監督し、あの、そうや、あの子そうやねん。あの、めっちゃ若いと思ったら26とかだね、確かに、うん。そう。見た目が、あの、若々しいだけやねん。そう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 。そうや、そうや。初めて会った時、そうや、聞いたわ。子供でしょって言ったら、いえ、26です、みたいな言ってた。確かに26とかやんな。26。26つだね。うん。まあ、今、なんか、安子ちゃんに続く次の子になるんちゃうかって言われてる子がおって。面白かったですよ。ラジオ撮ってる最中にこう横なってもた。いやまあ全然いいじゃないですか。これ聞こえてんのかな。いやすごい。でももじゃさんがもうね向こうそのザ・ W が用意してくれたねあのおべべ来てはりましたね。来てました ね, ねいや最年長しよう余裕で。そうやろね。そうやね。うん、だってもじゃさん44とか5とかでしょ。うんそうやねそうやね。多分もじゃさん最年長でしょうね。いや、うん、すごい。ザ・ W もこれですごいな。だってめっちゃ失礼な言い方やけどさ、はい、もじゃさん評価されたって俺めっちゃすごいと思ってて。いや、すごいよ。こんなんやったら失礼やけどさ、はい、毎回ネタ意味わからんやん。うん。超おもろいんやね、ほんま、うん、おもろいけど、マジで意味わからんやん。だから、よく、もう、まあ、とりあえず旋風は巻き起こすんじゃない絶対に、うん。そうだね、イメージ残るしね。アホ、ただのアホじゃないやん、そのネタが。ね、アホとかより、なんか、その、世界観やあの人って何げに。そうですよ。これまた SMA、また決勝。だから吉本以外で言うと SMA の確率すごいですよ、その賞レース決勝行くの。これ、取ったらすごいよな。取ったらすごいね。ちょっとだから、あの、マネージャーの中でもね、その、キングオブコントも取ったし、R1 ももちろん取りまくってるし、M1 も取ったから、ちょっともう、あるやん、もう気持ち的にもう落とし込んで。言ってもらってたもんな、この間、その歌詞で。ザ・ W と、あの、ザ・セカンド。ザ・セカンド欲しいっつってた。そうね。ちょっとやっぱもう一個、やっぱ自分が、またあの方6年ぐらいなんかな。多分野望できたんよ、多分。まだ6年もあんのかい。6年ぐらいなんかな。多分まだ54とかの方やからね。ええ。若いねんな、意外と。若いっす。はい。え？そうそうそう。まさのりさんとあんま変わらん。まさのりさん50やんな。はい。あ、そっか。まあ若いっつっても、まあマネージャー陣はね、すごいな。ま、てか、まさのりさんがすごいな、そうなってくると。大学出てすぐ、その、就職してやっとったよね。はぁ、なんか、もうほんま応援する。いつでしたっけ、決勝。決勝いつだったかな、あのね。M1 の俺分かってん、12月22日やねん。12月22日ですね、M1 は。はい。M1 は僕ら見れないんで。え？はい、僕ら M1 見れないっす。なんでなんすか？金の卵残留できましたんで、ありがとうございます、皆さん。12月22日、金の卵。はい。最悪今年は今見れないです。まあでも、まあでもよかったんですよ。でもそっちも良かったんで、ね。まあ、あれはね、その、公開収録は、無事行えますんで。だけど、はい、やっぱ失うもんあるんか、こういうのって。M1 は今回だからもう、ドアがいても絶対に結果知っちゃうんで、もう、諦めました。いやそっかい。まあまあ、でも誰が決勝かによるもんな。そう、まだわかんないですからね。全知らん人やったら全く見る気せえへんしな。まあ、スタミナパン行ってもか、もうあの、今夜も星が綺麗の、どっちか行ってくれないと。行くかどうか。まあまあでも、ほら、それも。まあでもあれや、知り合いいっぱいおるわ。ロンゴダリとかも日本社長とか。そうよ。まあ、ゆりかとかも多分、後輩し。ほんまや。何より多分、ヤーレンさん絶対行きそうなのに、匂いしてるしね。トム・ブラウンさんもな。トム・ブラウンさんもそうですよ。そうやわ。12月10日火曜。10日火曜ライブじゃなかった。なんか俺会ってるような気がすんねんけど、なかったっけな。いや10日はないわ。10日はないか。10日はないわ。多分10日ないか。うん、いや、うん、10日、いや10日、あ、なんかあった気がする。え、ビーチ漫才部じゃ普通に。ああ、まあ漫才部やったら10日
もじゃさん年ぶっちぎり年上と思ったら金太郎さんもおるな。ああいや金太郎さん俺らより年下やろ。いやいや俺らより3つ上よ。え金太郎さんそうよあの人年上よ。あ上なんや。そうよそうよあの人上っすよ。でもじゃさん何歳。もじゃさんだから金太郎さんの同い年しちゃうか。3つ上やから43か。そっか金太郎さんおんのか。はい強いっすよ。いやめっちゃ強いな。あ強いっすよ。特に今めっちゃ来てるやん。うぼる塾は4人で出んの。4人なんじゃないかな。あの坂口さんっていう人の一応写真載ったよね。ねえ写真載ってるから4人で出るんじゃないかな多分ね。でも坂口さん確かもうほぼ作家のそのネタ作ってるの坂口さん、ね、らしいね。だから裏方みたいな感じだったけど今回は出てたんですかね。4人で出るんかな。それはすごいな。はい、はい、すごいっす。そっかザダブリオはじゃあ見れるんかな。ザダブはちょっとどう10日入ってあえ10日ごめんなさいダメですわ忘れてました。 なんか2個ぐらい入ってたんじゃない。いや B マン Q なんですよ。あ10日あれ強いライブ。いや10日ロマ探すわほんまや。えかあのザ・ W 見るライブに帰る。いや時間がね終わってんの、まあ、まあ終わってから見れる。あ終わ見てから来れる別に。あ見てから来れます。いいじゃない、はい、うまさがです。はいそっか自分らの主催するライブがこういう形になるとはな。ロマサガはまたじゃあまだあの声かけてんけどスタミナパンゲストとか。ああスタミナパンで喜ぶでしょ。あと今もし行った人おったらちょっとねトムブラさんとかもしかしたらね。そのあ最後の調整でスタミナパンとかトムブラさんとかじゃあさちょっとギャーレンさん意味わからんことせへん、うん、出たい人出ていいですやってみようか。システムやってみる。でもネタは一本で。12月10日 M1 の準決勝行った方で12月10日調整したいよという方、はい、22時枠のライブですが、ね、あのご自由にあの来てください、はい、話題とか取りません。その代わりギャラは私できませんがよろしいでしょうか、ね、つって全然かけない電光石火来たらどうする。いやそうまあまあまあねヤーレンズさんはほらラストとかめっちゃ出てるやん今も。10時という枠が異質すぎてねえまあ逆に来たらあるからみんな、ね、今スタミナパンはじゃあ決定ということで、はい、問答無用でスタミナパン決定でもう一組呼ぶんやったらもうみんなネタ一本にしましょう。みんないやそれはそうですよ。そうですよスーパースターもこの前ネタ一本良かったですね。大盛り上がりでしたよ。一本で良かった説が出てくるから出てきたからな。いや実は今後一本でいいんじゃないかっていう、ね、新東京ライブ終わりに言ってたんけどネタって一本でいいんじゃないかっていう。いやそのじゃあそのまあ俺が言ったやん、まあ、昔、うん、川中さんに言われた、うん、あの興味ないコンビのネタ2本も見せられたきついとお客さん側からしたら。そうです、はい、ハンドレール2本きついやろそ, う、まあ、そう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 俺は好きやからええけどさ。そうそういやほんま他のねお客さんとかからしたら、うんで、例えば誰かのファンからしたら俺らのネタ2本きついって人もおるやろうし。いやそう絶対そうやで。1本なのよ俺らのこときついと思って人たぶんめっちゃおるよ。2巡目ってだから急にちょっとしんどくなる時もあるやん。わかる。センターマイクとか新ネタ3本でなる。てかそもそもネタはそんなたくさん見てもな。そうなんですよ人間の集中力ってそんなないからな、うん多分まだ決定ではないけど来期からセンターマイクはもうみんなネタ1本にしてあの後ろのやつを合同にしようかっつって。センターマイクまでやるんですか。あのもうまだはい来期もやるんですけどでももうだからもう対決やめるってもうそのあそうライブとしてやりましょうってもうその普通の後ろのほらあのあれやったよねだっけ俺たちの三八、うん、で解散とかが相次いだから合計したら10組ぐらいになるらしい。だからもう10組で一つのライブとしてでもあなるほど、ね、でもう対決やめようってそれで企画やってそういうことなんですよもううわそういうことでしょ。まあ画伯も言ってたもんね。もう最近対決させられすぎていろんなところで。そうなのよ。もう情緒がおかしくなってる。本来楽しい漫才っていうのをみんな忘れている。そうなんさ。わかるか？はい。よし。人を笑かしてなんぼだろ。はい。戦ってなんぼじゃないんだよ。はい。いかがでしょう？すいません。あれ。思い出したロマサラもそもそもポピーさんが3本ぐらいやりたいみたいななんかでさ。そうやで。で、当時出た、まあ名前言われへん出てた人らは、いや、1本でええですやんってずっと言ってたよな。スーパーファイナルファンタジー本で。そうやな。いや、1本でってずっと言ってたのに。そうやで。かの兄貴たちも無理やり3本やったからな。そうや、そうやね。そうやね。わざわざ来てくれて。
そうやね。で、だんだんスカスカなってきてな。ね。その、やっぱ3本って、やっぱきついよ、うん。そう。だから、例えばさ、俺らの穴かぐとかはもちろんそれ3本4本やんのが普通やん。叩くとか、うん、新ネタとか、そういう。でも、ああいうみんなでやるライブは1本でしょ。そうよ。本当に。あと、もう、多分ね、最初やり出した時って、やっぱ物珍しさがあって。うん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 、っていうのもあったし、やっぱ賞レース対策っていうのがあって。そうやね。でも今そんなライブもめちゃくちゃあるからさ。あるから、そう、別にそれじゃないよな。別に物珍しくもないからさ、うん、もうだからいいんですよ。ロマサガとか一本にしてたトーク盛り上がったりするやん。そのそこでライブでしか聞かないトークとか、うん、だからそういうのを見たいんかもしれんね。カツカツやもんな、二本やってるから。いや、そうやで。あと人のも見られへんやん。なんか余裕がなくなるやん。それね、それね、見たいねんな。この前はスーパースターはね、あの、ゲストさんが後ろにやったから俺ら見れてんけど。そう。久しく見れてないもんね、ずっと人の目だって。トム・ブラウンさん、よかったですね。めちゃくちゃおもろかったな。面白かったです、はい。よかった。なんなん、マジあのネタは。わかる、いや、わからん。なんか、どうやったらそこにたどり着くかもわからんし、わからん。びっくりしたのが終わった後、マメさんと、みちおさんが喋っててさ。うん。いっぱいいっぱい試して試してやっとこの形になったんですよって。えっ、試しまくったんやこのネタと思って。そう、もう試行錯誤しまくってようやくこの形に持っていってたんですよ。もうなんでそんな形になるのっていうやつや。そうだよね。すごい、もうあれマジでもうルールなんか、まあルールあるけど、その最低限のでもなんかもうただ面白いやってるだけ。面白い、あれがすごすぎるな。なんなんあれマジで。まずもう入りもスッと入ってこうへんもん、あの、何やねんあれ。なんなんあれほんまに。いやでも面白かったです。めちゃくちゃ面白かったね。アホすぎる。スーパースター盛り上がってますよ、ありがとうございました。お客様たくさん来ていただいてね。たくさん来ました。あれ、あの子誰やったっけ、あの見に来てくれた子。上野チャーター君かな。上野チャーター君。みんな無視したらおもろかったな。最後入り口でさ、今日ありがとうございました、本当に勉強になりました、感動しましたって全員無視どっか行って、俺だけがそのさ、あのアンケートもらってたから、ありがとうございますっつって。そう、俺にリプ来てて、で入り受付でおーっつって、でも俺リプその太郎さんにすいません、あの送って今日行かさせてくださいって来てったみたいな。でも気づかんくて、ごめんねごめんねっつって、で家帰って見直したら、一見リプじゃなく、あの、なんていう、危険かつなんとかの可能性のあるメッセージですが表示しますかってあって、うん、あの子のやつやって、でパッて見たら別に普通のリプやねんか。だからでもあの子が変な、ほら、紹介文なんか階段しかなんかな。あー、なんか書いてたな、そんな、それなんか男女コンビよな。あ、あれ男女じゃないな、あれあの人、お人形やねん。え、ピンナ。そうやね、あれお人形やねん。それで面接来て、え、だからそれを AI が察知したんか、それが俺とか俺に出んかってんだから。なんなの。わかんないで。何してんの、大丈夫。わかんないです、はい。何、上のチャーターって。上のチャーターが、いや、何してんの、勉強になりましたって喜んでましたから。何の勉強なんね。階段やってんのかな、なんかわからんけど。階段師やったら、じゃああれ出てもらうな、あの、ほら。あれね、あの、これ、あの、チューチューチューの、りょうたくんとかが始めたね、うん、怖い話、まあ、それ開催した後ぐらいにやめちゃったけどな。そうだね、 SMA SMA 離れは止まりませんな。そうですね、結構減っちゃったからね、ほんまに。いや、ガボッと減りましたよね。結局だってあの子、平田くんもビッグモトビッグボンバーと平田くん結局辞めちゃったもんな。おお、そうですそうです、辞めるっていうの。お互い残ってとか言ったけど、うん、辞めた。辞めちゃったよね結局。辞、うん、めた。まあ今度やったらあれやけど、ソニーの中で誰か相方探すってなると、はい、もう限られてくるもんな。限られてくる、だから結構。まあ出なしゃあないもんな、そうなってくると。うん。そうね、ほぼ限られるからな。で、こんなんやったら失礼やけど、
ソニーでピンやってる人ってもうピンやねんって、きっと。いや、そうやで、ほんまにそういうことよ。だから、その人とかと組んでも、なかなか、だからすごいと思う。アポロズさんすごいね。ああ、そうやね。もうピン3人が組んでさ、全員ピンやからね。全員ピンやもんな。続いてるやん。全員ピンっていうのが良かったのかな。なんか、おのおのなるよ。全員キャラ立ってるやん。なんか書道家が師匠みたいな格好してるけど、竹ナイトデシートさんな、竹バカボンのパパみたいな、だけどバンザイで、いや、困るぜ、ネタ何もやったのにで、途中で気づいてずっとハマるやろあの人おもろいよな、成田デシートさん、成田さんね、面白い、トークめっちゃおもろいよな。ゴッタンジュニアとかで一緒になってましたよね、昔ね。そう、なんかね、最初後輩って聞いててんけど、うん、全然先輩、あのね、先輩っす、あのな、鍋の鍋米入った時は僕らより後やねんけど、あ、もともとやってはんねん、確か。だから、ゆきたけしさんみたいな感じだよね。そう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 。そういうことだよ、そういうことだよ。年齢も上やもん、全然。3、4歳。そうでしょ、そうでしょ。アポロズさんね、すごいね。そう。3人の。今日ね。はい。キモスム行ったんですよ。はい。で、キモスムってでかいゴミ、厨房にでかいゴミ箱が2個あって、はい、生ゴミ用と、それ以外のゴミを、はいはいはい、でっかほんまによくあるほらでっかいザゴミ箱ってあるやん、あああるよ、蓋付きの、うん、あれがあって、はい、それで中もうビニール袋引いてて、はい、で中にその破れへんように新聞紙を押し込むねんな、はいはい、1枚、はい、1枚っていうかこう折って、はい、でいつも朝僕が来て開けて、はい、そのゴミ箱2つ蓋を開けるってやるんだけど、はい、絶対いたずら、あ昨日の夜の人の開けたら片方は新聞紙入ってんねんけど、もう一個の新聞紙、エロ写真が入ってるやつやって、そういうおっぱい出してる、なんか競馬新聞にあるやつみたいなやつね。そうそうそう、あれを押し込まんと、もうそれがもうボーンって出るように。わざとでしょう。これ絶対あの人やねん。磁石佐々木さんの弟さん。ああそうなんですよ、皆さん僕言ってなかったんですけど、そう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 、あなた言ってましたね、磁石の佐々木さんの弟さん、キモスムの職員っていうか一緒働いてるんですよ。おいくつだよ。同い年やった。あ、我々と、うん、同い年やった。で、何をや、なんか音楽、あ、バンドか、うん、音楽関係やってるって言ってはった。まあバンドなんかね、一応ね、あのウィキペディア調べたらね、はい、その佐々木さんは、はい、弟さんの名前出てきて、でなんか弟さんの情報めっちゃ書いてて、あでもいやこのラジオたどり着いてる可能性あんねんけど、はいはいはい、なんかそのウィキペディアの情報では、手巻き寿司、はい、巻き寿司専門店の店主って書いてて、おなんか実家を継いだんか知らない、はいはい、でも今肝すぶでがっつり働いてるってことは、もうそこの店主ではないはずやね、なんかねあってもしかしたら音楽も引退したってなっててんけど、はい、そのは初めて会った時、話した時は、はい、音楽関係やってるって言ったから、多分まだやってはんねん。そして、松倉さんの友達っていう。おー、うん、松倉元気にしてますかから入ったからな。えっつって。それは、あ、もう、向こうからしょ、っていうか、芸人ってのは分かってるよね。あ、分かってた分かった。だって、ビーチ部どのくらい、どのくらい出てるんですかとか言われたから、はいはい、いきなりそれ言われたから、ちょっと待ってくれやったよ、その。挨拶した後すぐそれやったから。なんで知ってるんですか。そう、もうだから、うわー、どこまでバレてんねやろうっていう。あ、聞きましたよーってなったの、その。でも、SMA 芸人さんですねって。そう。いや、どんな感じで、いや、松倉元気にしてますかって。え、松本クラブさんですかつって。そうっす。あ、いや、はい、元気にされてますかつって。いや、だって、小野さん結構、ビーチ部でライブやられてるでしょつって。じゃあ結構合ってるんじゃないですかみたいな。誰かに、誰、ん、いや、分かれへん。キモスムに知ってる人おんの、いや、それ、うん。何か、芸人やってるっていうのを知ってる人。知ってる人はごく一部やけど、多分その人から聞いたみたいなこと言ってあったな。前の前ぐらいの責任者の人から。うん、でも、その人には芸人しか言ってへんからさ。まあ、たどり着かれへんはずやん。たどり着かれてん、簡単に。ってことは、ラジオたどり着かれてる可能性は激高。佐々木さん、聞いてくれてますか、僕は夜勤では絶対働かないんですいません。僕もキモカツやってるんで。そう、なんか、夜働いてくれって言われてて、朝だけじゃなくて、つって。その人もそれで、ね、別に社員じゃないのにやね。で、あの辺住んではんのかな？かな？まあまあ、あの辺多いからね。めっちゃ働いてるわ、今見たら。もう月二十何日で出て、
キモスムだけを働いてんの、その。わからん、そんな聞いたことない。でも、だって11時から夜8時とかまでやで。ああ。でも1本やろ、それは。まあ、その後夜勤とかも死んでもやろ、俺らの年で。まあ、まあ、まあね。そう。何が言いたかったって、僕、はい、まあ、おっぱいの写真出てたっていう。今日ですよ、朝。うわっって言っちゃった。そうそうそう、あのさ、この間、引っ越しの日にラジオ撮ったやん。はい、撮りました。で、まあ、太郎さん帰った後、帰りました。業者来て、はい、業者の人が連絡来て、ね、6時ぐらい、7時ぐらいかな。8時前ぐらいに着くと思います、はい、つって、で、来てくれて、はい、やっぱめっちゃ待遇良くてさ、ああ、よかったよ。2人の契約やったのにさ、うん、お金、うん、3人来て。うわ、あの量で3人なんかも一瞬やん。自己紹介までさせてられて、ヘルプの何々さんに来ていただいたなんかもうめっちゃ強キャラみたいな人。で、もう、すいません、箱、ちょっとすいませんって5個ぐらい増えちゃったんですけど、全然問題ございませんっつって、もうパーってサイン書いて、ほんま10分ぐらいで全部積んで。そうですよ、もうあんな3人なんか余裕っすよ。ほんで、向こう着いたら、もう速攻だ、あの、引っ越しのやつ下ろしてくれて、そのヘルプの人すごかったで、行ったらさ、もう1台トラック来てさ、そこのトラックに乗り換えて、どっか行ったわ。ああ、多分じゃあ。そうそうそう。で、また一瞬で終わらせてくれて、ありがとうございます。繁忙期に入ってきたんやな。多分、大変だよ。ほいで、翌日、私、明け渡しの日で、はいはいはい、で、朝10時、やったんですけどね、はい、9時50分ぐらいに、家、前の家に着きまして、はい、で、まあ、なんもない部屋、はい、寒いですよ、うん。ずっと待ってて、はい、で、10時半になりまして、ああもう30分で、いや、けえへんな、思って、もうちょい待っとか、と思って。で10時45分、はい、全く連絡もないしけえへん、はい、で電話しまして、はい、繋がりません、はい、これどういうことやねん、はい、11時半、はい、もう1時間半待ちっすよ、うん、ずっとあの部屋で、はい、そしたら電話かかってきて担当の人から、はい、すいません今向かってます本当にすいません電話 しようと思ったけどできませんでしたすいませんでしたとか言って、はい、でその人っていつもめっちゃポーカーフェイスで、一切喋らん人やねん、その担当の人その不動産の人。来たらなんか、ちょっともう高揚してて。いやー、小野さん、もう大変でしたよ。なんかね、水道管が破裂しちゃって、別の家の。それの業者に問い合わせたでしょって、もうペロ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 喋りました。あ、ごめんなさい、とりあえず小野さん、これに書いてください。新しい住所と何とかで、つって。それ書いてる時もさ、見てください、この写真。この横から見て、何こんなフレンドリーやったんだもん、最終に。見てください。もうこれ、ここで本来、ここ繋がってたけどダメなんですよ。もうこっちもだから手止めてさ、はい、はい。で、これを繋げる作業。この日に業者が来てくれたっていうのはまず奇跡なんですよ。で、こうでね、で、でも、まあ、僕も聞いてあげて。いや、大変です。じゃあもう時間外出勤じゃないですか。いや、そうなんですよ。もう、とりあえず不動産行って、もう、カバンだけ投げて、もうすぐ向かって、はい、すいません、遅れてしまって、もう、いや、でも、いや、ほんとご苦労さんでした。そんな忙しい中来ていただいて、いやいや、こちらこそ、じゃあ、最後の、こう見ていきましょうかね。ってパーティーね。結構汚れてたけど、ああ、全然、もう、いっぱい話聞いてあげたから、あ、余裕です、余裕です、余裕です。もういいです、いいです。もうできる限りお金使わないでね、小野さんに保証金も全部返せるようにしますんで。ああ、いいじゃないですか。いや、すいません、短い間ですけど、お世話になりました。いやいや、こちらこそありがとうございました。はい、ちょっと一瞬で終わって。はいはいはい、はい。多分、バチクソ金返ってくるで。まあ、その、一瞬で終わったところが 2パターンあって、まあ多分そこ大丈夫と思うけど、私の時みたいな場合やったら、ちょっと。あなたのやつはもうエグすぎる、マジで。僕にすぐ、僕飛んでいくから。違う、あなたのやつって、飛んでいくから、ね。あなたのやつって、はい、そう、パターンに入れたらあかんやつやね。はい、2パターンあるの、パターンに入れたらあかんやつや、ね。パターンある、ほんまに。あんなもん最悪で、ただの。もう今も腹立つもん。俺はもうその、ちゃんとさ、うん、見てくれて、もう言って、ここ焦げちゃったとか、はいはい、そうでしょ。ここ焦げは全部、磨きゃ取れるやつです、とか。うんあここ赤くな、あ、この赤くなるのを磨いた通り、あ、これ大丈夫ですね、とか言って。で、これ多分大丈夫なやつ。大丈夫やけど、俺もそれやったもん。で、聞いたら、まあ、名前出さんけど、そこが、もともとそれと、こう、繋がっとるみたいなよ。ヤクザ？あ、で、全然ヤクザじゃないと思う。そんな、ただ、まあ、しょうもないあれですわ。お前、貸すほど言うたったからな。で、結局払わんかったでしょ？あ、もうこんなもん払うか、言うて。で、親に電話が来たら、親が、そいつ息子ちゃうねん、って言って。親も貸すほど言うたって言った。なんか急にお前らそう言うてきてからめちゃくちゃ言うたったで、つって。あ、親？うん。あなたの親？親に行って。あ、親に電話が行ったん？行って、うん、あそれ、払うって言うたらあかんで、つって、言うかいな、つって。おかんがもう仮想で言うたった、言うてたから。うん、もうこれも。ハイボール片手に？はいはい。現役のハイボール片手？
まあね、大丈夫やろうけど、もし何かあればね。多分僕のとこは大丈夫。大丈夫でしょ、はい。うん。だって、別に、いや、あんなまず当たらんからな、あんな。あと、大家さんがそのもうおばあちゃんやからさ。うん、そう、そういうとこは大丈夫。多分そんな大丈夫。うちのとこあれ、大家おらんかったからね。あ、そういうことか。大家もないし、もう、全部が全部今考えて、ほら、当時、すぐ家決めなあかんかったから、適当に決めたから、今考えたらあんな。で、まあ、だって、うちほら、大家さんがもうそのさ、お金の管理できるなんてか、今管理してんのがその人だから。だからね、大丈夫ですよ。そう、大丈夫、大丈夫。ちゃんと、裏分かれば。もし何かあれば、じゃあちょっと僕に、ね、大丈夫や、っつってね。言ってくださいね、僕に。たるやん、飛びかかる。もう許されへんの、俺そういうことするやつが、もう今、ほんとあの時嫌やった、もうもうイライラしてな、もう電車でも。なんで電車でイライラしてどこの電車でやねん。あーって電話がかかってくる。電車でイライラってどの時の電車やねん。ちょうどその時にね、今そう今日、この夜勤いた神田店っていうのにね、電車でヘルプやってん、確かもう今忘れもせんへんわ、これぐらいの時は寒い。ずっと電話鳴ってんねん、でもイライラして。仕事中に1時間電話して。嫌やな。腹立つな。いや、腹立つよ、そんな金取ろうとしてくるやつ。そうですよ。金は人にあげるもんやろ。そうですよ。言うたってくれ。あ、今どんな感じですか、あの公開収録予約は。あ、お席埋まってきておりますので、皆さんご予約急いでくださいね。言動なしなやつやろ、はい、これ、はい、いや、ほんと皆さん来てくださいよ、ほんとに。結構バーっと来ていただいたんですけど、今ちょっと募集は止まって、あ、募集じゃなくて応募は、応募はってか予約ね。予約は、はい。今ちょっと止まってるんで、まだまだ。もうまだ1週間前になるとまた、鬼告知しますんで。はい。はい。まだお願いしますね。本当に。はい。そこでしか言えない話とかも、するんで。はい。いや、しまくりますよ、それは当然。はい、ね。しますね。こんなこと言いますがな。はい。なんとかね。なんとかね、ゆっくり、大阪で1日は、1日というか、まあまあ、即とんぼ返りせず済みました。あ、そうね。これで。その日はまずお酒飲めるわ。はい。なりましたんでね。それはありがたい。なんとかなんとか。ね。なんとかいけました。ね、次だから金の卵ね、次だから皆さん。いや、金の卵、そっか言ってなかったんか、前のラジオの時は。そうやな。そうですね。いやいや、本当に5年ぶりぐらいの残留。そうですね。昔、その1回金の卵上がった時に、残留しましたもんね。侍のネタやって7位で、残留、はい。それ以降はもう、全く。そうやね、もう、落ちてばっかりやったのよ。マジでさ、金の卵ってむずいよな。ついね、あの日別にどう受け的にどうやった、そんな悪くなかったと思うねんな。あの日ね、結構みんなに言ってもらえて、打ち上げの時、えっ、ないんだったっつって、うん、えっ、いやいや、おかしい、ガッツクさんが後ろやったよ、うん、いや、ありえない、ありえない、ありえないって、もっと、えっ、まあまあ2位ぐらいだったよって言ってくれて、ギリギリ、しかもあれ、手羽先チャンプルおらんかったら、あの高額やったからな。手羽ちゃんさん、ほんまに。まあ、ロード場の社員さんが、彼女さんと初めてお笑いに来てくれて。うん、来てくれたんか。で、ちょっとどうでしたって聞いたら、本当にもうそういう、忖度なしで、うん、受けで言ったらどうですか、だからちゃんとこれは、みんな人数で、まあ、こう、偉そうに言いたらないじゃないですか。うん、まあまあ、まあ。え、何位だったのって言ったら、あ、まあ一応8位。ええ、その、あの、岡ちゃんって言われてる、岡ちゃん以外に受けてない人いっぱいいたんだけど、って。てこいで。てこいで疑惑が今、ね。キリスト教いじたから。いや、今。キリスト教いじりすぎた。でも、あの時ね、その、多分ね、見てはないんよ。そうか、そうか。お弁当買いに行ってたよ、もう。俺らの時お弁当買いに行ったところ。いや、だから単純にさ、だから俺は好かれてないねん。まあ、そうそう、そのお客さんに。うん。で、あと、票入れやすい人だっておるやん。とりあえず、その、ここ。ここ、ここ、ここ。ほんまに、そう、確かに、うん、ごめん、そんな別に悪い言い方じゃないけど、はい、あの、全然受けてへんのにずっと1、2おる人おるよな。上位。あ、これ、あ、いや、落ちるんちゃう、ついに、はい、って思っても落ちへんや。落ちでもなんかそういう話したやん、一回打ち上げで、はいはい、その、はい、残しとかなあかん人がおるみたいな、うん、そうなんですよ。そのでもな、ダーリンズさんとかさ、ロビンさん、どうまで落ちたね、また今回、確か。おー、そうか。まあ、あの人らそこ休んだのもあったりするのか。んどっち、まあ、手羽先さんは銅に落ちたん、一気にな。銅に、はい。この前の。めっちゃ受けたけどな。うん。
審議入れたくなるぐらい受けたよな。ペイペイしたけど、拍手を。ああ、審議。太郎が、これ審議です。これ、いや、松倉さんが、どういうこと、いや、これ審議。いや、まあ僕が解説させていただきますと、はい、審議です。ペイペイっていう、ペイペイを対応しない店で、ペイペイって口で言ってお金払った気になるっていう、めちゃくちゃ軽いボケで、シャレならんぐらい受けてるんで、太郎君が怒ってます。でも、審議よ。松倉さんめっちゃ笑って。いやだって一発目のファーストオークであんなの蹴られたらさ、お前あんなもんもう優勝やんけ、どう考えても。すごすぎるよ、手羽先ジャンプル。でも別にめっちゃお客さん出るわけじゃないんで、はい、そう、あの日そうやねん、あの人な、なんであんな受けおもろいねん。千秋君教えてくれ。受ける術、受ける技術身につけたんか。お金も言うてたやん、拍手笑いのやり方分かったって。俺らそういうの分からん、分からんさ。まあ、また金はだから独特やな、なんかな、ほんまから。いやでも手羽先チャンプルの時マジすごかったね、うん、あれあんだけ受けて落ちちゃうからめっちゃかわいそうやな。かわいそうやね、しょうがない、しょうがないですよね。そのまあ、ルールなんで、ね、ルールで事務所ライブのそのルールがあってね、そのお休みがどうのこうの、ね、多分千秋君聞いてくれてるからラジオ。あ、ほんますか。多分分からんけど、あの結構僕らのことをその、好いてくれてるから。まあ、そうだね、千秋くんはいつも。千秋くんちょっと拍手笑いの取り方教えてください。取り方教えてくれ。はい。俺らに必要やねん、拍手笑いが。はい。普通の受けじゃあかんねん、わしら。ホープ大賞ありますからね。いや、そうよ。ホープ大賞頑張りましょう。普通に頑張っていいんですか？普通に頑張るだけでいいんですか？この前会議したんですけどね。はい。スーパースター終わりに。おそらくテコ入れされる3人衆が、スーパースターには揃ってるから。高校ズさん。高校ズ。金ギャギ、ツンズポイペはおそらく。でかい会社に連れていっちゃいけない。連れていっちゃいけない。3人やから。三馬騎士がいる。三馬騎士やからね。テコ入れされんのよ。じゃあ俺も無理だな、俺たちも無理だなっつってな。ギンギラさんも受けてんのに金絶対落ちてくるからな。そうやな。票入りにくいねんな。ね。まあね。まあでも今回ほんまあの見に来てくれた ね、お客様のおかげでね、本当にギリギリ残留っすよ。ギリギリ、ほんまギリギリやった。マジで。ね、ギリギリでした。危なかったですよ。うん、でもこんなやったりしたけど、前もっと受けたのにベベ2とかやったよね。そうやった。そのネタででもほら、うん、M1 3回戦いけたからさ。そう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 、ほんであんま言ったらあかんけど。そうや、ほんまあのネタやわ、ほんまやわ。うん、うん、そうやね。でそうやね、みんながっつって、うん、ふんぞり返っとってん、うん、あまあまあこれはもう大丈夫でしょっつって。あれ名前呼ばれへん、名前呼ばれへん。第14位ズンズク、第15位高いも、第15位キリンキリンっつって。ほんまかいな。あれあったね、あれ。マジか。あれだ、あの時ほら、あの、川中さんも、お前ら絶対今日上位やで、って、その、MC 権あるで、つって、その、1位か6位までが MC 権で、うん、行くわ、つって、あれ、つって。今回のネタも川中さんがめっちゃ褒めてくれたよね。めっちゃ褒めてた。お前、うえーって、何これって。いつできたん、いや、この前のライブで、ちょっと、めっちゃおもろいやん。で、川中さん、お前ら絶対、MC 気あるでってまた言う。ちょっと待ってくれ、あの人。あの人は遊んでやろ、俺ら。確かに MC したことないな。一回だけその誰かの代役で行ったけど、桜井さんが誰かの代役で。そうそうそう、桜井さんだ。行ったぐらいで、自力では、そうやな、うん。自力ではないっす。自力で撮りたいっすね。自力 MC な。ギャラが出ますからね。そうですよ、MC。MC からギャラが出ますからね。そうですよ。頼みますよ。笑いでお金も稼ぎたいんですよ。1円でも何円の出るだけでもありがたいんでね。そうですよ。MC ね、やりたかったですね。ねえ。まあ、今回も MC 券、やっぱし、川中さんに言われたから。はい。川中さんに言われたらあかんのじゃない。どこ、すぐ呼ばれんねやろなと思ってたら。ドキドキした。いや危なかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってと思って。8位ずっと僕、うわどっちこれ、これどっちってずっと。いやお前手羽先さんのおかげ助かりましたよ。はい、本当に。ね、それ書いてる人他にもおったわ。いや手羽先さんのおかげで、あ、ガッツキさんか。なんとか残り。そうね、ガッツキさんと俺らがちょうどね1ポイント2ポイント差ぐらいでね並んでなんですよ。いや危なかった。まあ、金、M1 は見れないけど、まあ、録画してみるんで、ね。で、皆さんも M1 録画するやろから、来月金来てください。そうでしょ。もう一発残留させてください。録画するでしょ。金で年越させてくださいよ。年越させてください。ね。
おもろいネタありますよ、8分ぐらいの。はい。もう今俺らザ・セカンドやから、いやもうどなれるの6分半やるから。そうやで。もうあの、解き放たれてるから、こっちは。そうね、でもちゃんとね、そうしないとダメじゃないですか、もう。いや、そうですよ。そうです、もうそんなさ、もうだって2分、3分やることないねんから。3分、4分やってね、で、無理やり本番2分足して、今度絶対勝てないですよ。勝てるわけない。常日頃から7分、8分やっとかはダメなんですよ。そうですよ。もう寄せですよ、我々は。うん。もう、な、もう、漫才協会入る？あ、満挙、そうかそうか、満挙入ればそうなのか。満挙入ったら10分やらせてもらえるよ、すっと。うん、M1 で出る満挙の人らは出たらよろしいんやん、もう、満挙。いや、そうですやん。2分なんか満挙ないねんから。ほんまですよ。まあ、なんかみんなはね、まだ2分ネタやらなあかんからね、また。そうです。僕らもういきなりスタート6分ですからね。いきなり6分半やからな。信じられへんで、普通に考えて。すごいね。楽しそうだよね。だって今年終わったら、だって、セルスパと？おー、そうそうそう、セルスパと。大宅と大宅、うん。あと、トム・ブラさんとか、まあまあ、どうするかは、まあ、多分、もう、まあ、でもトム・ブラさん。で、モグライダーさん。モグライダーさんとか。デルマ・パンゲさん。デルパンさん。ハマコ・テラコさん。そうなんや。で、エル・カブキさん。おぉ、エル・カブキさんね。この辺も出てきますから。はい。はい、ラストイヤー終わったら。そうですね。来年ぐらいから、来年ぐらいがめっちゃ増えんのか、一気に。まあ、俺はその次かな？来年よりも一個次が、すごい、一気に。え、だって来年って言ったらじゃないん、その、東京14期とかが、あ、じゃあ東京15期とかが。あ、来年って、あ、まあまあ言う、まあ言うとそうか、その、来年っていうかまあ。あっこ多分あの、受けんな再来年ってことやんね。そうそうそう、純粋な、うん、多いよ。の人らばっかやろ、はい、後から組んだとかより。要とか黒帯が来るから。そうやろ。で、あと、そっか、鬼越トマホークとか。とか、まあ、出るんやったらね。まあ、そっか、あの辺はでも出れんか。でも出たら絶対盛り上がると思うね。うん。いや、でもやっぱ会社に言われるんじゃない？出てくれて。あ、それは多分言われると思う。その、ザ・セカンド側が。え、だってめっちゃおもろくない？あの、あのあたりがさ。だから、要とか黒帯が来る来年、まあ、再来年、まあ、大会は再来年なんだけど。その前に来年にバチンと俺ら結果が面白いな。どうしようかな。僕らも一生考えないですよ。要とか黒帯来られたらもう。はい。また薄まってまうやな。来年がチャンスって。で、分からへん。もうその頃には、あの、カナメストーンとかもう年やんか。40前ぐらいやん。はい、40なってるかもしれん、下手したら、はい。なってるか ?2 年後とかやったら。なってるやろ。俺ら2個下とかやもんな。うん、2個下やからな。もう4。全員白髪。うん、ハゲて白髪で太って。で、ガナメっていう名前になってる。ガナメグドーンっていう名前になってる。そうなってるかもしれないですから。そう。いつまでも人気があるとは限らん。その、年取ってくるとな。うん、来年はだから、三日月マンタさん曰く来年はチャンスだよって。そう。来年は、ね、一応、その、わーっとチャンスで。まあでもまあ、マジでなんでチャンスなのか、いまいちわからんねんけどな、その仕組みが。うん、その、みんなが、その、武器なくなってるからとか言うけどさ。はい。そんなことないやろ。まあそんなことはないけど、まあ。このクラスは。まあまあ来年は一応、まあまあなんだろうね。そうか。セルスパーとか、でも大阪予選とか、あれ大阪予選とか、あ、大阪予選もあるから。あるやってたか、そうそうか。ツートラとか負けてるからな。負けてますからね。結構早くに。ツートラ負けてるわけやから。はい。はい、ダブルアラートさんもあそこまで行ってるのが、だから、で、まあ何があるか分かんないですよ。アイロンさんとかも負けてるからね。いや、そうやで。あそこ出てたんか。アイロンさん出てるけど負けてるんですよ。あの、2回戦は行ったけど、その、32は選ばれんかって。そこ。いや、まあ、普通に、えぐいけどな、あれ予選が。いや、そう、あれ予選すごいですよ。だって一回でも絞るわけでしょ？はい。むず。全然むずない。まあ、むずいけど、まあまあまあ。しかも初年度なんでさ、どう戦っていいかもわからへんやん。はい。まあだから、ほんまにだからもう僕ら、どのライブでも6分やるべきですよ。まあまあそうですよ。もう、無視して。ますよ。まあ事務所ライブもほんまに言えばやらせてくれるからね。まあ。嫌がらせやけどな。だって、6分って結構やん。うん。しかも俺らの6分って変な6分やん。うん。同じボケ3回やったりとかさ。やらしてもらえるけど、その、お客さんからじゃ何のこっちゃわからんから、なんでこんな長いことしてんので変な空気になるから。だから、一番いいはロビンさんみたいに30人残れば別に全然そこまでいい。いきなりの予選で、それはちょっと多分さすがに。はい。言われると思うけど。金属バットと戦うのが夢ですから。そうですよ。決勝行ってバットさんに戦うのが夢ですから。バットスーツ着て。そうですよ。
賞レースはスーツですから。もう痩せなあかんね。賞レースはね、スーツで髪ピシッと決めるって言ってたね。まあ、いじってるやん。いやいや、そんなもんないですよ。いじってて、みんないじってるって、あれは。ほんまに。ダンマスさんだけやで、わかりました、すいませんでしたって言った。そんなわけないから。だって、俺ら、今年だって行けたわけやし。はい、そうですよ。今までビシッとして、はい、まあ、ビシッとすることはいいことやで。まあ、でもね。でも、その、俺、上田さんと結構意見が一緒やって、はい、やっぱ動き回るネタの人って、うん、やっぱスーツだと動きにくいから、うん、ちょっと、なんか、合ってはない気はするみたいなこと、まあ、ね、あ、まあそうちゃう。喋くりの人は、まあ、スーツついてるけど、動く人は確かに。俺結構動くやん、最近。はい、だもう完全動くようになっちゃったからな。まあ言っちゃうと一人僕がバシッとスーツ着とけば。まあまあ、それで、まあ、逃げ切れるっちゃ逃げ切る。うん、と思う。そうなんですよ。そういうのありますからね。僕はバシッとこれがいいんで。だって俺まず着ようと思ったら一回痩せなあかんからな。なかなかむずいですよ。ね。こっから痩せんのは。いやいやいや、その時ほんまにむずい。はい。本当に。ジム行くとかしてなな。ほんまなんか歩くのやね、歩くの。もう自転車禁止とか。でも今、あ、自転車ってあんまやっぱ意味ないの？意味ないねんって、やっぱし。あ、そうなんや。もう結構ぜいぜい言うけど。うん。意味ないねんって、やっぱ歩くねんって。歩くと自転車はもう山ほどちゃうねんって。そうな。そうなんですよ。結構その今さ住んでるとこからキモカツちょっとだけ遠くなったからさ、はい、距離で言うと結構その往復で考えたら結構チャリこぐことなんねんけど、うん、全然足りへん。全然ダメやって自転車は。そっか、悲しいな。悲しいですね。悲しいだけやんけ俺の人生。あんだけチャリ乗ってるけど大二郎太ってるやろ。お前やで超歩いてたらあくっちゃんどんどん痩せていったやろ。痩せる。歩いたらやっぱ歩くのって痩せるもんって。まあ、大二郎飯食ってさやけどな、めっちゃ。まあ、飯は食うけど、うん。あくちゃん食ってなさそうやん。あくちゃんは、まあ、でも食うって言ってたよ、あくちゃん。ほら。いや、食うって言ったって。あの子ほら、二郎系すごいやん。いや、二郎系も多分、そんなしょっちゅう食ってないやろ、多分。あの子食うとき食うから。やっぱ歩くのやで、やっぱし。ほんまにしんどいかもしれんけど、労働行くのちっちゃ歩きにしたらめっちゃ強い。いやー、だってもう寝る時間なくなるやん、わし。ほんま YouTube で見たら、やっぱ痩せんのは一番は歩くやん。でも歩くよりまず俺は寝なあかんからな。あとはスクワットやって。あ、スクワットは絶対そう。スクワットがいいって。バカ太い足。で、チャリはどんどん足太になるって。え、足細なる方法もあるって聞いたで。いや、太なるらしいよ、チャリは。いや、それは多分乗ってるチャリの種類。いや、太なるっ。めっちゃ濃くチャリあるやん、ちっちゃいの、はいはい。あれはめっちゃええらしい。あ、足動かすから。ね、まあ、俺はそれも違うから。全然違うよね。うん。でも歩きやで。歩き。ちょっとのとこでも歩く。いやいや。歩く。うるさい、やめろ。な、歩くんでもあなた好きよ。好きやけど、そのバイトには行きたくない、歩いては。歩いて。絶対しんどい。寝させて。ビーチ部歩き。いや、しんどい。まあ、しんどいよな、あの距離な。ついて、ついてネタする、ネタ作るとかさ、もう絶対無理や。どうしたらええ。かといってさ、なんか夜走るのもなんか、あんな毎日やら意味ないやろ。いや、もちろんそうよ。週に一回やるとか。あ、全然意味、それが無理やねんな。毎日やることによってあれでしょ？代謝が上がって、なるけど、週に一回とかじゃ何の意味もない。まあ健康ではあるけど。なんか一個だけ、いい方法がらしいねんけど、はい、医者が言ってた。はい、その、週に一回だけ、はい、絶食の日を作ったらいいらしい。わー。なんか16時間何も食べへん。ああ、16時間のやつは言うね。でも、それちょっと やっててんけど、うん、アホみたいに食うてまうやろ。その後。反動で、そう。そうそうそう。意味ないと思うねんけど。そう、だからまあ、酒飲みでいう休肝日と同じで、休肝日作ったことによって次の日アホみたいに飲んじゃうから、一日一本をやればええのに。それと一緒やな。だ、僕多分単純に食う量減らすわ。あ、でも一番それっつってビリーだってそう言ってたよ。チョコレート抜いたら痩せたっつってたよ、うん、ビリーは。そう、食う量ですよ。白米をやめるとかじゃなく、白米の量をなんか 100g 減らすとかだけで、なんかシンプル計算したらほら、一日の代謝とかあるやん。あと、ま、結局カロリーでしょ。カロリーです、カロリーです、はい。なんやかんや。あなた一日というか代謝多分1300とかなんかな。もうないんちゃう、そんなに。50ぐらいちゃう、一日の代謝俺は。あ、じゃあもう無理ですよ、50やと。はい。その、
1300のほら1300こうへんように計算すれば単純に痩せていく一方だから。じゃあ50としてまで僕どうしたいですか。いやもう無理です50は。だって何食べれます。あでもまあまあ体健やかじゃ飲んで、あじゃあ特茶飲んで、特茶飲んで、であのこんにゃくゼリーか。ああ、そういうのばっかりな。でもさ、いちいち50しかさ、カロリー消費せんの。もう無理ですよ。全然痩せん。痩せないっすよ。まあ食えてまうからな。食えてまうやろ。食えてまうからしょうがないよ。食えてまうやろ。食えてまうしな。うまいね、飯は。はい、しょうがない。年取れば取るほど。しょうがないですけどね。まあ、年取れば取るほどうまいね、確かにね。今までさ、はい、その、キモカツに入ってきたお客さんでさ、やっぱ太ってる人結構多いねんな。まあ、そうちゃう、そうちゃう。すごいね、唐揚げ8個の定食に、アジフライと、牡蠣2個つけたりとかさ、うん、やってて。まあ、めんどくさいやん、そう作るの。はい、それのために、豚が、って言ってたけど。あ、俺が豚になってた、今。だから、帰ってきて、言霊ってあるって言ってるじゃないですか、金とより。うん。これからその風の時代になって言霊がどんどん大事な時代になるんだよ。だから帰ってきてんねや。ただちょっと変な言い方してね俺は、はい、豚がって今まで言ったけど、うん、俺を筆頭になって毎回突き出してんけど、あ、まあまあそれでいいと思うよ。いやそれで豚があったわ。言霊あるから結局それも実現しちゃったってこと。はい、最悪やん。はい、しょうがないな。もういやさか、いやさか、いや、いやさかですよ。いやさかはやっぱいいでしょ、やっぱなんか。なんか言って、息なるでしょ、やっぱ。俺がさ、高校時代たまに聞いててさ、はい、ヒップホッパーでさ、はい、リノラティナっていう人おんねんけど、はいはいはい、もう今50ぐらいになってて、おじさんやってんけど、多分こう急にさ、リノラティナがさ、出てきてさ、X に動画で、はい。なんか今度なんかやるらしいね、ワンマンみたいな。はい、でもまだ50過ぎてラッパーやってるわと思って、うん、すげえと思って。うん、よ、今日何々の打ち合わせしたらとんでもないやつに会ったぜ、そいつ紹介するぜ、カモンって、そいつ、なんかいかついラッパーがパッとできて、はい、一発見てるから、よ、いやさかつってて。ラッパーでも言うてんねやと。あ、でもラッパー結構言うねん、いやさか。ほんま。はい、よ、いやさか、ブレイキングダウン出てるヒロミカワさんと、三河幕府っていう人らおんねんけど。キスしようかのやつ？はい。キスしようか、キスしようかの人、そうそう、まさにキスしようか。まあ、俺らが言ってるだけやろ。やつ俺がずっと。キスしようかの人。あの人ラッパーかなんかやなんか。あ、そうなん、乾杯の挨拶、いやさかやな、あの人。で、ラッパーってほら、言霊というか大事にするやん、そういうの。そういうなんかあるんやろね、そういう。佐野さん聞いたらまたバカにされんで。後ろの。後ろの。いやいや、あの人はほら、もう俺も、もうあれ、弱み握ってるから俺。ああ。あの水風呂で溺れかけたでしょってさ、あれマジでなんか嫌がってたな。俺が聞いたら水風呂で溺れかけたんでしょ。いやあれは2メートルぐらいあったから、まあ、そんなダメですよあれは。ダメですよ。怯えて足引っ張られたんじゃん幽霊に。あの人だけが見てたんじゃん、めっちゃ怖いもんな。怯えたもんな、ネタ。あの人それまで座ってたら立ち上がってどっか行ったもんな、それ話。まだ弱みみたいになってるあれは違うんです、あれはダメでしょ、あれはダメでしょ、あんな深いのやったらダメですよあれは。立ち上がってどっか歩いていって震えながら、震えてたな、震えてた。あの牛女佐野がよ、なんか鉄のハートみたいな感じで震えてたよ。怖かってん、2メートルの水風呂が。人殺すんか、拷問するとこやん、そんな。だって水風呂って危ないもんな。いやそうやで。それ人によっては浮かへん人おるからさ。ああ、筋肉多い人とかさ。そうやね、うん。そうよ。まあ、それが売りで、まあ一応ロープとかあんねんけど。それも気づかんかったんか、ビビって。そうか、それに、マッドマックスってボタンがあんのよ。その風呂ね。マッドマックス？映画やん。それピッと押したら、上から大量の、もう、氷水みたいなのがブワー来んねん。佐野さんそれも押してて。ああ、つらから多分ほんまに怖かったんだよ。俺見とって、あ、押すかなと思ったら、なんか、首振りながら押した瞬間、ブワー助けてくれで押したんちゃう。あの、緊急停止ボタンを持って押したら上から氷をしに。ブワーって押し。トラップみたいになって。だから怒ってたんちゃう。それ、俺がいじったみたいになって。気をつけよう。ね、ということでございますね。はい。長々と喋ったぞ。それには理由があるんや。はい。じゃあ太郎さんお願いします。はい、いきますね。ハードプレミアム、はい、ということでございます。あー、映ります。お、
デスヨさんが上げてた X に、あ、何をすか、今不合格者続出って書いてあるだ、あいと今てんやっ、ああそれか、そういうことできへん人がめっちゃ多いらしい、はい、あいあいあいとかやったりするからめっちゃ怒ってたで、あそのアレンジするってことですか、勝手にアレンジするやつ増えすぎててもめっちゃイラついてたで、あ一応金もらって言ってるけど、あの人も一応言ってるからさ、はい、しっかりやってもらいたいやん、そうですよね、それをみんなふざけるらしいわ、あそれあかんらしい、あレッソーさんで言うと、まあ、そのピン芸人ってことであれ思い出しますが、 R1 がどうですか、皆さん買っていってるんですかね、僕ら今年出てないんであれですけど、まあとりあえずレインボーグランド根本さん落ちたっぽいな。ネモヤン？ネモヤンは多分落ちた。あのおじゃきさんからその DM 来てて、ちゃんとネモヤン出るよっつって。しかもレインボーグランドネモヤンって出て、これビビる大きいパターンで前のコンビの名前つけるパターンや、永久に不滅やっつって。あの人は追ってるの、ネモヤンのことを。わからん、なんか俺らに組ましてなんか取るようにさせたいらしい。いやだってあれ。夢があるっつってた。あれきついやん。いやきついよ。マジで。絶対無理やで。ほんまに。いくら金積まれても無理やで。あれはね、そうです。はい。さ、ということでね。はい。その、あ、メールが2通になってるぞ。2通、そうなの。あのね、2通になってました。僕も今見たら。はい。1通だけは思ったら。まあ、じゃあそのね、おじゃきさんからメール来ておりますのでね。はい、早速読んでいきましょう。はい。ズンボイさん、こんにちは。こんにちは。高秀さんは引っ越しお疲れ様でした。新居はどうでしょうか。新居居心地どうですか。まあね、あの悪くない。わあいいっすね。はい、全然あの前の家より静か。おお。だって前の家なんかもう最後の方なんかもう歌はやばかったもん。うん。ほんまに。お姉さんね。ギャーって言ってる時あって、もうあの時はもう嫌やと、最初事件かなと思ったらそういうセリフ言ってたわなんか。はい、続けます。はい。新居はどうでしょうか、はい、新居とチンコで発音似てますね、うん、もう読まんでいいですこの人ら。今気づきました。もう読まんで何言うてんねん。新居側からすると入居者が男性の場合、うん、それはチンコなので間違いないのかもしれませんね。あ、まあ、入居者が男性やから、まあ、さて高井出さんが引っ越しで忙しい時に岡崎のスレッズにパグ可愛いから僕は幸せなのだよ、パグ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 ちゃん、パグちゃん、ね、パグ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 という投稿があり、普段は10件ほどいいねがついているだけなのに、はい、170件のいいねがつき、ほんま？はい、これ、あの、プチバズりしたんですよ。スレッズってほんまにいいねつかないんですよ、全然。170件のいいねがつき、コメントもたくさんついて、はい、三浦さんがカウスに噛みついた時とちょうど同じくらい日本が心配になりました。あれ、どれやったかな、この。ええ、例えやな。このみんなが僕の、ツイートにこうやって写真をみんながめっちゃ送っ、これが何十件も送られてきて、読んだとか、何しょいな、ま、読んだちゃうねん、君読んでへんわ、アホ。続けます。はい。このパグ投稿の前には、スピリチュアル系の投稿があり、はい。あとには、無断天才ヤクザ投稿があります。天才ヤクザ。もちろんそちらは注目されることなく平常運転でしたが、はいはい、スピリチュアル投稿の途中には、はい、広島、岡山、山梨、北海道という謎の投稿もあり、はい、しました。いよいよ心配になります。はいはいはい、岡崎は、たらふくしゃぶでも食うたんでしょうか。しゃぶ食うてません。はい、しかし、スピリチュアル、パグ、反射。はい、この3種類の投稿で岡崎のことがよく分かったような気がします。あ、岡崎って言うてるやん。ちょっと待って、よう考えたら、なんか、その、細田だけの、めっちゃさんだけのやつや。めっちゃさんだけのやつや。言うまでもなく、岡崎は、ケツの穴が小さい人間です。なんなん？実際には顔半男性老人たちによる、これな。開発で、何を言うてんの？ガバガバのクパククパ、ガバガバのクパクパですが、そんな穴を見る以上に岡崎のことが分かったような気がしますね。何なんですか？質問。はい。日野翔平さんがお亡くなりになりました。あ、お亡くなりになりましたね。ズンボイさんお二人のプレイボーイエピソードを教えてください。はい、ハードプレイネーム、大ゴンおじゃきさん。はい、おじゃちゃん、ありがとうございます。日野翔平さんってその、プレイボーイでしたからね。74歳とかそういう。75か。こうですか？あの、うちの母親があの、ずっと PS で見てましてね。はい。日野翔平さんがあの、チャリ乗ってね。あなたにずっと言ってましたね。いろんなとこ巡るっていうのがあって。で、あの、あ、到着っていうのは到着ってその、ずっと言ってたね。ずっと、いや、ね、うちのおばあちゃんの手紙が読まれたやん。はい、そうだね。ちゃ、うちのおばあちゃんに、ちゃ、うちのおかんの手紙が読まれたんか。なんかそんなんじゃない。そうやおばあちゃんに対する。う
そう、おばあちゃんの故郷に行って、亡くなった、あの、そうそうそう、おばあちゃんの故郷に行ってくださいって、日野翔平さんに、の番組を送った日野翔平さんがそこ行ってくれて、うちの母親の、はい、あの、書いた手紙を読んでくれて、はい、そう、おばあちゃんを連れて行きたかったけど、亡くなっちゃったって話とか読んでくれて、うん、あ、なんか、あの人が選んだ感じで読んでる感じもめちゃくちゃええねんな。日野翔平さんね。あの番組終わるわけや、だから。そういうことですよ。あら。一つの時代に幕が降りたということでございますな。まあまあ人はね、日野翔平さんつってやっぱね、あの人ですよ、古谷一行さんとね、あの刑事役でね、ああ、はいはいはい、温泉入って絶対ね裸の女の人が出てきて、ね、あれ日野翔平さんなんやね。日野翔平さんでおっぱい触るってね、うん、あれがやっぱエロすぎたね。見てましたよ。もうずっとピアスつけてな、年取ってもかっこよかったっすよね、日野翔平さんね。僕らのお二人のプレイボーイエピソード、まあ僕ら言うてもプレイボーイですから実際のところ。おー、まあそうっすね。僕あれですよ、はい、大学入って18歳 か19歳になる年か、はい、初めてそれ自分のお金でプレイボーイっていう雑誌買いましたよ。ああ、買ったんですね。なんで買ったか教えましょうか。はい、あの大学の中にあの、まあこれ多分ラジオで以前言ってるんですけど、はい、大学の中に本屋さんがあったんですよ、ちっちゃい、はい、で参考書とか、がメインで、はい、で売ってるそういう娯楽本っつったら、ジャンプ、マガジン、はい、でサンデーないね。ジャンプ、マガジン、プレイボーイのこの3冊しかなくて、これ毎週プレイボーイ買ってたよ。だからプレイボーイさすがに自分では買ったことないっすね、あれね。もうね、プレイボーイ買うしか俺には道がなかった。あれなんなん、プレイボーイ。プレイボーイはね、グラビアじゃないの。まあ一応エロ雑誌やねんけど、エロ雑誌って言ってもめっちゃ少ない。そうでしょ、なんかそんなんじゃないの。何やったのあれ、大人向けの。今思ったら何やったのあれ。だってそのあれ、俺なんで最初プレイボーイ買ったやろ。そもそも普通に買ったわ。プレイボーイってでも買ったことなかった。まあなんかでも一回買ったら止まらんようになってさ。ソフトなエロ雑誌でしょ。ソフトな、そのヘビーなやつじゃないでしょ。そうだって裸のページなんてさ、多分10ページとかしかなかったで。あと漫画やで、意外と。彼女の彼らとか知らんやろ。わかんないです。彼らはわかる。彼らっていうのは車。あ、車はもちろん彼らはわかります。彼女の彼らっていう、その女の人が彼ら運転する漫画ずっとやってた。もう全然おもんない。だって車知らんから。まあまあそうだよね。ここでギアをとか言って、なんか女の人がずっと彼ら運転するだけの漫画。はあ。あと何やったっけ、我慢印っていうなんか漫画あった。風俗店の店長が、なんかめっちゃ風俗店を盛り上げるために頑張るっていう、そのギャグ漫画みたいなやつやったけど、最後謎の組織と戦うっていうのがわけわからなかったな。プレイボーイは、もちろん存在は知ってますけど、見たことはなかったんでね、その、自分で買ったことはなかったんで。あと、筋肉もやってた。あ、筋肉もやってた。筋肉マン2世がプレイボーイ。俺それで読んでたんや。ほんまや。プレイボーイは、で、プレイボーイって意外と漫画多いねん。中に入ってる漫画が。そういうことね。そうそうそう。それが売りやったりしたのかな。実はね。実はね。だって、肝子書店とか行ったら、プレイボーイっていうコーナーあるやん。はい、あります。はい、プレイボーイので連載してる漫画だけ。あれね。うん、だ筋肉マンとかもそうやったそこで。ああ、そうかいな。プレイボーイやったかな、僕のプレイボーイっつったら。あなたのプレイボーイエピソードはそれですか。はい。はあ。え、プレイボーイ違い、プレイボーイ違いですね。プレイボールにするか、じゃあ。プレイボール。プレイボールね。まあ、初めてソフトボールやった時は、いやいややらされてましたね。プレイボーイなんかないですか、プレイボーイエピソード。ちょっと淡いプレイボーイな、淡い話、うん、淡い話か。まあ好きやった女の子と初めて手つないだ時、うん、自分で自分に手満したぐらい手びしゃびしゃに汗かいた。ああ、プレイボーイじゃないですか。いいですかね。でもその子は優しくて一回も手離さんかったわ。小学校やったからな。うわー、プレイボーイじゃないっすか。何もプレイボーイちゃうやろ。プレイボーイじゃないっすか。汗っかきだったんですよ。はい。今やっぱ年取ったらな、手汗なくなったな。
だから、ね、昔はもう油手で、あのスーパー行ったらあれ取られへんようになるやん。そうそうそう、もう今はもうあれちゃんとカサカサなんねやと思って、アルコールついてるあのオレンジのこれやらな、これなれへんよね、あのピンボン生入ってるやつ。そう、ほんまこうやりたいけどちょっとやっぱ人の目があるからね、できないじゃないですか。で昔さ NSC 入った時さ、大学生の時さ、はい、アジアンさんのさ単独ライブにさ映像で出させてもらってさ、はい、で俺があの隅田さんの顔をさ掴んでさ、草屋に匂わせるっていうのがあって、その時あの隅田さんが顔を掴んだ時、ちょ待ってこいつ手めっちゃベトベトやねんけどっつの、油手やったから、こう寝ちょ手やんこいつ、寝ちょ手って言ってたのを俺は覚えてて、その時はだから めちゃめちゃ寝ちょ手やったのに、もう今はもうカサカサですよ、もう年取って。あの時も俺実は隅田さん生かしてたのかな、実は顔、そういうことか、寝ちょ手で、そういうこと、プレイボーイじゃないですか。いや結構プレイボーイでしょ、結構プレイボーイ。隅田さんの顔を掴むって、はい、在学中に。これ、はい、なかなかすごいでしょ。結構プレイボーイです。でしょ？はい。いいじゃないですか。いいエピソードありますよ、それ、寝ちょ手で生かすっていうのは。いいですか？はい、いいです、はい。喋らんでいこうとしないの？ああ、ありますよ、私。言ってくださいよ。はい。まあ、もう昔ラジオで言ったかな。もう、おばあちゃんが、もう何年か前に亡くなったんですけど。はい。そうでしょ、まだ生きてるでしょ、実は。いや、もう全員。ケネディの息子と一緒で生きてるでしょ。まあ、外もう時も来たし、言うて。嘘、じゃあいい。で、言って、これ、もし、山形消してください、トランプさんが当選したじゃないですか。はい。うん、トランプさんが、トランプさんが当選しました。トランプさん当選して、第二段階。次、ある男が出てきます。それが、死んだと噂されてる、ケネディの息子、ケネディジュニア出てきます、それは。その時にみんなアメリカの国民や世界、うおーってなります。ケン・グリフィー・ジュニアは？はい。ケン・グリフィー・ジュニア。誰ですか？野球選手。おじいさん。ケン・グリフィー・ジュニアも出てくる、そのタイミングで。出てきます、はい。生きてると言われている。はい。セル・ジュニアも出てきます。セル・ジュニアも出てくるの？出てきます、はい。ジュニアさんは？ジュニアさんは、ヘベレ系の収録せなあかんから。矢田さん出てくる、そこに。矢田さん出てきました。本間さんが涙ぐんで、涙ぐんはちゃうわって言われる。出ちゃうわって言われる。で。はい。ちょ、そうだ、ええねん、はい。プレイボーイ。おばあちゃんが、まあ、お亡くなりになる前に、最後のは、もう、病院行く前は実家に何ヶ月かいたんですよね。はいはい、はい。実家にも。もうだから延命とかせずに。せずに、はい、はい。いて、で夜中一緒に、夜中なんかもうちょっとやっぱ地方も入ってたんでね、うん、でも僕夜中喋ってたんですよ、ずーっと、うん、おばあちゃんの昔話とか聞いて、わーって喋ってて、あーってなんかわーで、おばあちゃんもえらい喜んでくれてて、も夜中やけども、うん、俺もそんなおばあちゃんのがっつり喋り込んだのが久しぶりやったから、ちょっと嬉しいなって喋ってて、で次の日僕こう寝てたんですよね。でおばあちゃんとおかんがなんか喋ってて、おばあちゃんがずっと、あの寝てる人おるやろって、昨日夜中喋りかけてきて、誰やあれって言ってて。あれ、ナオミって言うねんけど、おかんね。ナオミ、あれ誰やあれ、おかしいであれって。寝てるし、つって。全然プレイボーイ関係ない。その認知症のおばあちゃんの、かわいそうおばあちゃんの。全然お前なんでそれプレイボーイ。いや、俺がおばあちゃんに付き添って、俺、ちょっと俺もジーンとしたりもしないのよ、おばあちゃんと。プレイボーイのに間違って、関係ないって、プレイボーイってその、ちょっとやらしいやつやって話。はい、おばあちゃん。あれ、モテてる男の子の話や。おばあちゃん、俺だけ忘れてんねん、全員。関係ないやんけ、それ。言っちゃうと、まあ、おとんの方は血繋がってんわけやん。敏夫さんって言って、岡崎さんって言って覚えてるけど、俺だけ、家族おってんすよ、最後。なんか、たまたま。まあ、お姉ちゃんおらんかったけど、あれ、俺聞こえてんねん。あれ、見て、あれ寝てるけど、あれおかしいで、あれ。なんか夜中喋りかけてきてるって。プレイボーイ関係ないやんっつってんねん。おかしいであれ。お前何回も言わんねえねん。プレイボーイ関係ないやんけ話。プレイボーイの話せえよって言うの。あと、その、施設にもう最後入ったらもう死ぬ。まあ、最後の最後死ぬ前は施設入ったらもうどうしようもなくなって。うんうん、で、みんな、お姉ちゃんも久しぶりにこう会って行って、おとんも行って。で、おばあちゃんもうほぼ意識もなかったよね。でもなんか手持って、ああ、なんとかさ、ナオミ、岡崎さん、っていうの。それ俺が見て、おばあちゃん、つったら、
誰って言われて。もうええ俺だけは何年か。でも、俺の名前決めたもおばあちゃんなんよ。そのおばあちゃんなんよ。ルーレットで決まったでしょ、名前。まあまあそうです。太郎と次郎と三郎だって、ルーレットで太郎になっただけでしょ僕は、なんか、俺なんか悪いことしたか、俺。悪いことしてるよ、めっちゃ。え いや悪いことしてるよ、ずっと。えずっと悪いことしてるよ。ナウでナウや。イングじゃイング。この街でも。引っ越しろ、お前が。俺が引っ越ししてん。おかしいやろ。お前が引っ越してや、さっき。違う、全然あれやん、まあ。横の家の人、マルチ情報してんねんって勝手なこと言うてな。横っていうか前やんて。あいつ、しとんねん、あれ。調べに行く、ま、なんか俺も、だから、パーンさ、ビビらせたの俺全裸で、細田作戦や。全裸で俺で洗濯干したりすんねん。お前は逮捕されるで、ほんと。早く逮捕されてまうぞ、お前。逮捕で引き取りに言うから来てな。なんて引き取りに、あなたの名前言うから来てな。めんどいって。服着ろや、最初から。タチションとかで逮捕されたら最悪やな。最悪やで。今だって携帯維持でチャリ乗ってるのも捕まんねんから。ねえ。それで酒飲んでる日なんかも地獄やで。もう今はもうね、まあまだ、芸人でそういう実例はないやろうけど、その、もうみんな気をつけてくださいね。そう、みんな今、すごいよな。STM でみんな今警戒してる。もう、打ち上げとかでもみんな、もう電車以外ノンアルやもんな。もうそうやね、みんな、チャリの人はもちろん。マジでノンアルしか飲まへん。すごいわ。うん、それか電車で来るかにしてるわね。うん。うん、電車やったら終点で帰らなあかんからな。シャバゾウさんとかともう久しく飲めてないもんな。そうやね、シャバゾウ。シャバゾウさんでも結婚したりとかもしたから、そう無理なんか。うん、もうバイクで来て飲まんようにして。いや、もうロマサカとかゲストで呼びたいけどさ、シャバゾウさん。うん、もうみんなからもう。しんどいやろ、あの人も多分。その名前だって目見えへんようになるんやろ。うん、目見えへんようになるから。東京ドームで。蜂蜜舐めて。高級言ってたな。高級寿司店で目見えへんようになって。マジあの話もなんだっけ。高級寿司、なんか知り合いのなんかお金持ちの人と寿司行って、ね。社長と寿司行ってもうめちゃくちゃ高い。ほんで、それで、久しぶりに酒飲んで、で、めっちゃライブ終わりかなんかで疲れてたから、はい、日本酒軽く2杯飲んだ瞬間に、うん、もうわーって結構寄ってきて、あ、気持ちいいと思ったら、急にあの目の前がチカチカしだして、どんどん目見えへんようになっていって。やばいやばい、すいません、社長、目が見えない、目がって。あ、お前、それやばいよ。低糖質。なんか、低糖質か。うん、あの、要するに、糖を取ってなさすぎるっつって。うんうん、おい大将蜂蜜持ってきてくれ、こいつ食って、こいつやってやるよっつって。で、シャバさん、あの、な寿司一個も食べへんと、ずっとカウンターで、あの、蜂蜜舐め続けて目見えるまで。ほんで、目見えるようになって帰ってたらしい。あそこから来たお客さんがみんなガラガラだけど、ごついおっちゃんが、蜂蜜舐めて、あれなんやねん。頭おかしいやつ、熊みたいなやつがおるってなってな。熊のプーさんみたいなやつ。その社長がだってあれやもんな、シャバさんの糖尿病とか、なんか、うん、見つけてくれた人やな。なんかその、ちょっと調子おかしいから、ちょっと、いい病院教えたるって言ったら、糖尿病やってんな。社長さんやな。社長さんですね。絶対ヤクザやけどな。もう。100% ヤクザやけど、絶対。シャバさんと付き合ってるな。うん、ヤクザ絡みでしょ。うん、絶対そうや。シャバさんなんかヤクザやけど、どっからも。俺らがその、いじってるだけで、あの街歩いてたらヤクザやん。そうやで。見た目そうよ。いや、そうやで。ね。シャバゾウって名前つけへんやろ、だって。ヤクザじゃなかったら。ごめん。ヤクザが作る名前やけど。別にヤクザが作る名前ちゃうけどやな。はい、ということでございました。はい、大悟のジャキさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。はい、お世話になっております。はい、ババアのゲロです。あ、ババアゲロさんどうも。遅ればせながら、M1 グランプリお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。まあ、M1 で売れてるイメージは元からなかったので、あ、そうか。そうなんか、言うてくれや。もっと早くに言ってくれたら、もっと早くにやめてたのに。出るの。はい。敗退自体にはファンとして大してダメージはなかったのですが、そうかいな。それでも一つの冒険が終わりを告げたことに、ね、一抹の寂しさがあります。あ、そうですか。いや、わかるよ。まあ、もうちょっとその気持ちはなくなったけどな。うん、確かに、あの時は、あ、これで終わりなんやっていう、その、もうだってないからね、M1 別に。はい、そんな時に、ズンポエの二人は、とっくに前を向いているようで、心強い限りです。はい、もう全然。まあ、あんだけ滑ったからな、はい、動画で。あれが受けてたら、まだもしかしたら。そうやで。あんな残ってたかもしれない。あんな見せられたら、あんなもほんま、マジ、いじめやん。ね、で、長蘭で音隠せさ、ね、か、で、俺はなんか M1 に編集されて噛んでるようにやらされて、あんなもん。めちゃくちゃ布川さんにいじられてたよ。あれが敗因って言われてたよ。
落ちしっかり言えてない、ね、チンポ出したって嘘ついてるなんいや違うよ、でチンポ出してね、あの落ちたんです、で僕もチンポ出したんですけど、ちっちゃすぎてあの見えてないんか、違うよ、思わないチンポだったんですよ、違う違う、うん、あれ違うよ、布川さんがね、いやあれは太郎くんがね、落ちでね朝青龍噛んだからだよ落ち爆髪っつったの言ってたの、あのスーパースターで最後セリフはなんかあの今日はありがとうございましたっていうのを野々川さんが担当してくれて、 M1 の3回戦皆さん見ましたかって、誰々が面白いんじゃなくてズンズンポイポ太郎くんのラストイヤーやのに落ち爆髪、あれが一番面白いですっつったの。で本人はいや、なんいや緊張もなくうまいこといきましたよつって、入り口も間違ったし落ちもかむし、あれだから多分 M1 がいじってるわ、おなんか超えちゃうやろ一緒じゃん。なんでちょっとなんか、なんか、誰かの当てれこして、ね、やられたわ。まあもう出ることないからもうね、別にいいんやけど。いや。それちょっとじゃあ動画上げて、あの、剣崎みのるみたいに。いや、ちょっと。おい、まあちょっとそれ。当てれこしたら俺に。それ剣崎みのるすぎるから。あ、じゃあ横、何やったっけ鮫島恭平。鮫島恭平の役してくれる剣崎さんの言う通りですよ、太郎さんの言う通りですよ、あの人らがやるからおもろいね、俺らっておもんないやろ、汚い2人よな、ほんまに。まあ何しとんねん最近見ないけどな。はい、続きます、はい、ラジオのオープニングも新規一転、ズンズンポイポイ第2章が始まるといったところでしょうか。そうです、あります。ワンピースで言えば今ちょうどグランドラインに突入したあたりですね。なんかいいよ、きっとそろそろ、さあコブラダイル率いるクロコダイルか、コブラダイルってだからコブラのこと言ってるんじゃないですか、あのキモグループ率いてるから。あ、ほんまや、はい、多分そろそろさあううコブラダイル率いるキモカツワークスのエージェントが差し向けられる頃です。でもコブラダイルなんかに負けへんけどな、俺は。俺はもうここの戦、俺はもうだからもうあの、キモの目のキモの目のオノークです。僕はもうキモの目のオノークですよ。シジキン佐野さんがコブラダイルをおる、その、肝に行ったらしいんですけどね。はい、あの、外人のことむっちゃ怒ってたらしいです。いや、めっちゃ怒るらしいよ、ほんまに。あ、本人も言ってたわ。コブラダイルめちゃくちゃ怒ってたらしい。ほんで、ちょっと楽するらしいわ、コブラダイル。で、あいつアホやからさ、はい、あいつもっとその、肝グループのこと考えてるんかなと思ったら、はい、いや、僕潰したら思ってるんですよ。こんな敵、こんな安い給料で。いや、お前一番もらってるやん。あいつむっちゃ儲てんやろ。でもなんかそのもう、復讐するとか言ってたね。お前が復讐すんなよ。あいつめちゃくちゃモテますよ。あいつあかんで、ほんま。戦いの中ではきっと、マイル・D・ロジャーが残そうとした日本の歴史の真実は見つかるでしょう。あの人ですか、マイル・D・ロジャーって。ほんまや。あの人ですね。最近猫になりましたね。ね、猫になってましたね。猫になったのに。猫になりながら、一般の人とリブで喧嘩してたよ。喧嘩しましたね、うん。怖いですね。怖いです、あの人は。はい。そしてそれが終われば、新世界編。そうだね、新世界。その時は、カシアス島田に依頼して、はい。オープニング曲レップを探してを作ってもらいましょう。ファンはその先の西成編まで楽しみにしております。カシアス島田、カシアス島田、カシアスってあれやんな、セイントセイヤ。カシアス島田って誰？レップを探しては何、何々を探して、あれ的な有名新世界編は、チャリアやな。新世界編の時は確かに宇田は変わってんねんけど、カシアス島田は分からん。カシアス島田ちょっと調べてよ、ほんまにおるのかもしれん。カシアス島田誰かの、俺アニメ版のワンピース全然見てんからさ、耳を見よう。あ、カシアス島田出てくる。おる。あ、ごめん、分かりました。はい、俺が知らないんで、太郎は知ってるやつか。あの全部、何何何なんですか？なんか、島田紳助のことですよね。誰かがいじってることなんかな？あ、なんか映画？ 10 代の頃、ボクシングをしてて、その時のリングネーム？なんかアマチュア時代かなんかに、カシアス島田と何や、で、音楽プロデュースの時にカシアス島田って名乗ったりして、遊びでね。やってて、うん、で夢を探して、あれ、あの俺がいじ、あの言ってたあのワンピース歴代毎回最下位取んのが、おバカ軍、あの島田さんグループの、はいはいはい、あれやから、それが確かあの名前、なんかそんな名前やん、そういうそういうことか。これじゃ太郎が気づかなあかんやつやんけ。はい、でもなんか夢を探しての感じがしたな、そんな曲知らんけど。レップを探して、
問。はい。ザ・セカンドは営業で受けるネタが強いみたいな話聞きますが、ズンポイって営業の仕事とかないんでしょうか？ないですよ。ないです。はい。一切ないですよ。全然、一味もないです。営業のネタをやってみようっていうライブやりましたけど、僕らの0点でしたよ。はい、0点でしたよ。はい。はい。何ていうか教えましょうか、はい、タロさんが暴走するんです。はい。はい、ああいう時になったら。いやー。小野くんがかわいそうって言われたもんな。その審査員に、木村さんにな。はい。小野くんがかわいそうすぎるよ。タロがずっと一人で喋ってさ。小野くんが突っ込んでんじゃん。ボケずに。ずっと。それも言うこと聞かないし。0点。この言い方いつも。0点。はい。それは0点。はい。営業でも行ってみたいですけどね。行ってみたいですね。うん。お祭りとかってことですか？なんか別にさ。はい。その、あれきつかったやん。あの、姫路めっちゃきつかったやん。まあまあ、あれは、まあ、あれは、あれは、あれは、でも多分あれは営業の中でも最たるもんやと思う、ね。最たるもんですよ。もっとさ、その、ネタだけする営業とか行ってみたいよ、ね。ありますやん、そういうの。あれだって、なんかわからんけど。回らされたやん、全部。あれは違うから、また別もんですから。そうですよ。普通の、そういう、なんか、モール、イオンモールとかのなんか行ってみたいよね、行ってみたい。昔一回、その M1 の関係で行ったけどね、あの、まあまあ、ヘップハイブのね。ヘップハイブのね。あれは、でもなんか、スッと、だっただけやもんな。うん、今までいうスタミナパンがよく行ってるやつ、ほら、だから、師匠について行ったりとか、コウメダウイさんについて行ったりとか。師匠とかが営業してるのもすごいもんな。師匠はもう営業。師匠なんかもういっぱい数あるから行けるか。営業めちゃくちゃ呼ばれるらしいから。なんか子供たち喜ぶんやん。ああいう。あ、ガシャガシャ。いや、あの人、そうやな、すごいよな、うん。なんだかんださ、あの、大人にも受けるし、子供にも受けるの持ってはるもんな。そうなのよ、そうなの、まあ。自分、ね、ご自身がだって、子供、あの、まあ、言うと子供ね、みたいな。二人おるもんね。ね、そう、だから。だから、ホープ大賞で何かしら結果残せばな、うん。師匠の目に留まれば。はい。なかなか師匠に気に入られるって結構難しいことやからな。ね。そうですよ。スタミナパンもやっとやって。まあ、スタミナパン気に入られたというか、まあ、会社が抱き合わせて、そういう師匠が。まあ、そうだけど、師匠から個人的に好かれるってこれなかなか難しい。うん、そうですよ。でもだから、それこそ、ザ・セカンドで決勝行けば多分、その、スタミナパンみたいな営業をバン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 毎週末、コメダイさんと。6分できるって思われるってことやもんな。はい。6分どころじゃん。俺ら10分すんぞ、ほんまに毎日毎日。ありますんで。修行して、修行して、ほんまに。修行してやりますんで、そしたら、毎週末行けるかもしれないですよ。で、事務所ライブは休みで、ね、ちょっと待ってください。はい、なんで SMA でこんな営業に弱いそう、学園祭もそうやけど。はいはい、はい。全然誰も行ってないよな。まあ、行ってるも行ってるけど。橋休み外したんだけでしょ？結局あれはでも、あの、営業の利権じゃないけど、その会社によってのあれ、やっぱ吉本が。やっぱ買い占めてる。もうそれはやっぱで、お金もほら、会社の俺の、会社の人が俺ら呼ぼうと思ったら、まずはちょっと吉本さんから、そう、やっぱそういうのがあるって言ってる。その、もちろんそんに呼べるけど、まずはやっぱ吉本さん呼んだ方がっていう、その、なんかリストとかもあんねんて。あ、ね、誰よ、やっぱまず吉本とサンミュージック。サンミュー？サンミが出てくるて。結構強いんや。うん、でもサンミューはあれよ、スギちゃんとか。ああ、そう、はいはいはい。だから日本クレーとかじゃない、もうそんなは、その分ソニーは別に誰選んでもいいみたいなのあるらしいよ、そういう。でもまずやっぱり、営業誰呼びたいですかね、リスト。ソニーとかって誰なのな、そのビーチ部メンバーで。友達がなんか会社で呼んでいいのつば、呼んでっつって。会社の上の人に言ったら、会社の大きいあれでね、うん、ずんぽいぽい呼びたいですって、そのソニーを見てんて、うん。いや、それやったらごめん、この僕らその社長さんが、ずんぽいぽいさん知らないんで、社員のためにこの雨宮さんとかがいいから、ごめんね、ごめんねっつって、その謝っといて。ごめんね、ごめんねそれで、それにお金もやっぱかかんのよ。まあね。それやとさ。まあ、どうせ使うなら。どうせそれはそうやん。いや、だからまず僕らがその。そうそう、そういうことが僕らがね。ね、うん、目に留まるとこまで行かないと。うん、その分、まあ、吉本はその抱き合わせのあれうまいから、ほら。一人有名なの連れて行ってたら、無限大メンバーと呼ばれてますやん。ちょっと、死ぬほどおしっこ漏れそうなんですけど。ああ、いいね。ちょっと一人で喋っといて。はい。もう終わりますよ。もう終わるけど。はい。いや、まあでも、いつか、まあ。終わる前に一回おしっこしとくわ。営業行きたいですね。はい。いや、だから週末ね。週末はまあ営業行って、平日は何らかの仕事して、で、もうアルバイトはせず、お笑いだけでね、こう、食べれていけるればっていうのがね、来年はそれを目標にね、頑張っていきたいですね。まあ来年、だからあれですよね、ザ・セカンド。ザ・セカンドここ一
発目これこけるわけにはいかないですね。そのために穴角。穴角やりますから。12月はもうちょっと取れないんかな。1月、2月、3月と穴角6分バージョンのネタ。で、もちろん、ずっとやってた、もう、ショーレース、ザ・セカンドとか関係ない好きなネタっていうの。それももちろんやるっていう穴角やりますんで、皆さん来てください。穴角もそうやし、12月6日の公開収録。まずは、この公開収録をいち早く来てほしいですし、あとは、小野さんおらん間に、やっぱりね、このね、トランプさんとね、ケネディ・ジュニアの密約があって、結局、マジ、ケネディ・ジュニア死んだっていうのはやっぱ嘘で、マジ穴角をね、やっていきましょう。なんか違う話しなかった。誰々が死んだっていうのは嘘でみたいな。穴角をしていきましょうよ。え？穴角をしね。穴角やっていきましょう、また。もう6分で。6分でやりましょうね。6分3本にしようか、6分ちょっと長いから。ね、そうやね、そうやね、6分はそうやね。見てる人もあれやし。ね。結構ね、最近も6分のいいネタできたんですよね、ちょっとね。そう。はい。なんすか？ほら、今やってるのとかもいいや。ええネタか。ね、いいネタできたんでね。ずっとふざけてるだけやんけ。ずっとふざけてるのがいいんじゃないですか、そういう色がね。やっぱし。いろいろ色あるじゃないですか。ザ・セカンド見たら、ほんま、学天則さんみたいにザ・しゃべくりの生徒はもう俺は栄養系の人もおるし、七曲さんみたいなもう、確かに、ね、ワールドも入る。だから、ね、ラフさんみたいな感じのもあるし。まあちょっととにかく、ね。僕らの色を出せればいいと思いますよ。ちょっと頑張っていきましょう。はい。いっぱい人数が増えるまでに。そう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 、少ないうちにちょっとなんとか日の当たるとこ行きましょ う, そ う, そう、どん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 下の来年大事っすよ、うん、来年、そう、来年がマジで大事、はい、来年がそうですね、ね、頑張りましょう。ザ・セカンドちょっと頑張ってでございますね。はい、ババアのゲロさんありがとうございました。ババアゲロさんありがとうございます。さあ、メールは以上でございますね。でもしっかりと喋って、しっかりと時間が無駄に経過している。これからはまあまた我が家で撮ると思うんだよね。そうですね。ちょっとうちはなんかちょっと多分厳しそう。その、ま、周りの方がいてるんやったらね。そう。ここは夜、昼はもらって。だって引っ越しの時にいきなり苦情来てるからね。え？不動産の方に。まあまあ全然そのうるさいとか騒音の方じゃなくて。ちょっとまあ言われへんねんけど、まあいきなり。あ、ちょっと。うん。まあ苦情。苦情というかちょっと注意。そう、来てるからね。まあ厳しい。僕はこの苦情来ても跳ね返すんで。そうそう。あなたたち最強でしょ。うん、最高です。でもちゃんと僕挨拶はするから。でも向こうは無視すんだよ。いつか、うん、いつか全員もうほんまにもうそのあま殴るな。いや何言いたかって向く。え、向く向く一通り向く。向いちゃう。すいません、ちょっと面白くなってきて。読むなよこんなもん。はい、ということでございましてね。またね、来週もね、皆さんと元気な声をお届けできるように、我々も頑張っていきます。来週は、29か。29日ですね。だから。今日が22、はい、29ですね。再来週がもう公開収録やから、公開収録は、そっか。あ、そっか。ね。ほんまや、何気に公開収録の日がいつも撮ってる日になってるっていうなってるんで、あ、ちょうどうまいことなってるんで、それをそのままじゃあ公開収録バージョンで、その日曜日あげれるというかね。だから皆さんガンガンメール送ってください。あ、まあ、また来週また告知しますけど。そうだね。ガンガンメール送ってほしいですね。はい。いや、キモいのとこめっちゃ送ってください。うん、読むんで、はい、全部読むんで。読めなさそうなもちろんそうカットしてるの。だからそれも。いや、読めなさそうなやつなんかないよ、もう今は。もう。全部読みますよ、今日。まあ、差別とかね。うん。まあ、あんまその国のこととか。ライブではもちろん読むけど、はい、流すときはカットするのは多いから。だからこれライブ来た方が絶対いいんですよ。そういうことです。はい、チンポ、マン、チンポ。もうマンコ言うてやん、お前が。もう。マンコみたいな顔しやがって。もう口癖なってんのよ、チンポとかが。いや、やばいって。もうおっさんよな。だってもう。おっさんも言わへんねん、別にチンポとか。何やねん今の、おっさんよな。何や、おっさんよなって言わへんねん、おっさんも別に。1月14で37よ。もう、ほんま。キモいって、お前マジで。あなた僕のこれめっちゃ嫌いやろ。めっちゃ嫌い。だって突っ込まんかったそのまま行くからな。で、みんな知らんからそのまま行くねん。へーっつって。これ、希少すぎるねん、マジで。息も臭いし。
そうで、今日夜勤明けやからってことで気使って社員さんと年上のバイトの人がコーヒー2本おごってくれて。うっ、いや、今日香ばしいっすよ、太郎さん。いや、僕も今自分でも分からない、はい、今日香ばしいの。ほんまに。今からボジョレ飲むよ。おいぼじょ？ボジョ、おいぼじょして、で、なんかニンニクだけ食っておいぼじょして、もう、なんかもう何も食ってへんのよ、今日。それニンニク食っておいぼじょもするやん。で、最後まだコーヒー飲んで、一軒一軒挨拶行こう。出てきてくださいって、とりあえず。なんでじゃあ、怖いぞ、挨拶ちゃうよ、そんなすいません、出てきてください、とりあえず。話そう。話そうよ。キモすぎんね、お前。で、いつの日か、クレームなって、出てきてください、どうかより、なんか、金曜、むちゃ脇側の人来るんですけど、いや、もう、で、俺、オンドレイ。なんで最後、俺。え？失礼。全然臭くないから、俺。当の昔に臭くないから。この終わる前に一瞬だけいいですか、すみません、ごめんなさい。この前、街でウーバーしてる人がおって、今、真冬やから、もう、すごい防寒着着てるんやけど、はい、脇汗すごい人だった、その防寒着を。何や、最後。そんな人おんねやと思う。いや、俺、それやね、俺。いや、でも、あなたでもならんぐらい。俺、ダウン、染みてるやん。ダウン、いや。俺、ダウンジャケット染みさせてね。勝てる？あの人。いや、全然余裕で勝ってる。M1 グランプリの手伝い行った時。ほんまっすか？バスの中で。俺、全身びしゃびしゃやよ。勝てますわ、あの人。いや、余裕で勝ってる、ボロ勝ちやん。あの人レイジブルーのダウン、俺、色変えたからな。すごかったですよ、あの人。ええー、わ、そんな話。いつない。ね、また来週皆さん、はい、お会いしましょうね、はい。ありがとうございました。お便りの方だけ言わさせていただいてよろしいですか。はい、メールアドレスはこちら。はい、全部小文字で、zp.hardplayradio@gmail.com。zp.hardplayradio@gmail.com まで、よろしくどうぞ、お願いいたします。よろしくどうぞ、ありがとうございます。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。それ何ですか？学生服着てる人、セクシー顔。よろしくどうぞお願いします。よろしくどうぞお願いします。セクシー顔だと申します。よろしくどうぞお願いします。はい、セクシーですね。いや、それは言わない話でしょ。それは言わない話でしょ。今これは、それは言わない話でしょ。セクシー顔さん、どうも。ズームパンのタロウズ、どうも。あ、どうぞよろしくどうぞ。今日これ僕ん家なんですけど、よかったら寝ていきます。その前にセックスしてもらっていいですか？それ言わない話でしょ？それ言わない話でしょ？しない。それ言わない話でしょ？しないですけど。それ、これ曲流れてるんですか？これ、ポンさんのセックスしたい。なんで？ポンさんのセックスしたいな。ポンさんの、女の子。あ、ほんとよろしくて、それ言わない話でしょ？それ言わない話でしょ？それ言わない話。あの子な。それ言わない話。ポンさんのセックスしたい。ポンさんのセックスしたい。それ言わない話でしょ？言わない話でしょ？ほんとに。言わない話ですか？それは。セックスしたいな。ポンさんのセックスしたい。ポンのセクセラー、言わないです、言わないです、言わないです、よろしくどうぞ。